はい、どうも。ね、予定通り、広島、ちょっと、ライブ終わりです。ちょっとね、やりますよ。はい、外配信。はい、お疲れ様です。こんばんは。見るものない。こんばんは、こんばんは。けど、平日なんでしょ？お疲れ様です。お疲れ様です。今日、ありがとうございます。お疲れ様です。嬉しいです。待ってますよ。いや、今日お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。お疲れ様。お疲れ様、お疲れ様。そう、今日はね、チングと飲むぜ、今日。今日もチングと、お疲れ様です、お疲れ様です。NGS、どこ向かうの？いや、飲みや。もう酒飲みたいから。酒を飲まないと、酒飲みたい。お眠い。酒を飲む、チングと飲む、お疲れ様。こんばんは、かっこいい。チングさんやつで飲む。いや、でもね、実は、モノくん、あ、ちょ、さ、ありがとうございます。モノくんもね、実はね、たまたまこいつラーメン食いに行くって言ったの、出くわして、なんと、モノくんもね、いや、ほんとたまたまなんだけど、モノくん、そう、モノくんもね、そう。あかん、あ、ちぐさん、ちぐさん、危ない、危ない。光るとこだった、ちぐさん。危ない。3人で行くが、いや、もともと、そう、チングと2人で、あ、チングって顔出しても大丈夫なんだっけ？大丈夫ですよ。あ、そう、チングと2人で行く予定だったんだけど、なんか、ね、エスカレーターで、エレベーターで一緒になったから、なんかラーメン食いに行くって言ったから、なんか俺らは2人で飲み、なんかね、撮影とか飲みに行くって言ったから、ついで、ほんとたまたまだよ。マジでたまたまだからね。ほんとは2人だったから。うん。運命だね。うん。たまたま。でも、モノクは1人でラーメン食いに行こうと思ったね。そう。ハズキルーペ。じゃあ、お疲れさんです。待ち伏せしたって。待ち伏せしててくれたんだ。優しいね。優しいね。モノくん、待ち伏せしててくれたんだ、俺のために。うん、よかった、たまたま。ノーさん、お疲れ様でした。いや、うん、お疲れ様です。皆さんもね、今日ね、ライブありがとうございます。まあ、昨日、今日ね。いや、とりあえずはね。だから僕も酒とかね、タバコね、飲みまくりますよ。ちょ、ね、居酒屋探してんだよね、まずね。居酒屋がさ、どこにあるか、待ち伏せしてくれましたよ、モノくん。本当にね。もう心の友だから、こいつ。ね。ジャイアンだから、こいつ。ジャイアンだから、気持ち悪いって心の友じゃん。何年じゃん。高校以来、心の友じゃないですか。モノくん。ね。映画版のジャイアン。美佐子さんどこ？いや、多分千葉銀と美佐子さんもう、だから寝てる。俺、美佐子さん電話したよ。出なかったから。あ、出なかった。みんな行きたいなんて言ったから。あ、そうなんだ。ラーメン屋行くけど、どうすかって出なくて。そうなんだ。うん。いや。千葉銀とかは普通に、ね。コンビニ。コンビニ？あ、そうなんだ。千葉銀もラーメン行くって言ったら、歩くのって。いや、歩くよって言ったら。千葉銀も。コンビニ行く。あ、そうなんだ、そう。あいつはコンビニなんだ。へぇ。あ、全然歩かないしさ。のこさんがだいぶ飛び込んできて、メガネ吹っ飛んだよ。メガネ吹っ飛んだ？よかったじゃん。いや、でもほんと最近のライブ、今日のライブエモーショナル感じました。エモーショナル？だから俺は、まあ、俺はあれで、だからね、まあまあ別の形のエモーショナルを見せた感じある。まあそれはまた後で話しましょうよ。そういうのは。うん。千葉銀大丈夫か？いや、千葉銀大丈夫だよ。いや、別に千葉銀大丈夫かって。大丈夫だ。大丈夫。お前ら心配、俺のが大丈夫じゃねえよ。みたいな。ノーさんこんばんは。帰り運転千葉銀。千葉銀は全然ほんと大丈夫ですよ。ね、俺、まあまあ、俺ね、まあまあちょっと、あ、さっき話したじゃん、ニコ生で。ニコ生でさっきさ、そう、あれで話さなかったらやばかったね。あれで話さなかったら、やばかった。うん。ずっとギスギスしてたと思う。解散ライブまで。うん、のこよく切れなかったな。いや、切れなかったなっていうか、まあ、言い分もね、なんか、言い分も、やっぱね、まあ、言い分もさ、やっぱさ、都人トイロ、住人トイロだから、都人トイロだからさ、うん、都人トイロだから、俺は俺の、そう、俺は俺のさ、スタイル、うん、のこなんてアホだからほっとけばいいんだよ。いいこと言ってくれるね。いいこと言ってくれね。いいこと言ってくれんね。でもそれだとダメっていう人もいるわけよ。うん、そうそう、ノコなんてアホなのほっとけばいいって言ってくれる人もいるけど、でもまあだからさ、それとは色、やっぱバンドってのはだからさ、チームプレーだからっていう、そう、うん、人それぞれあるかね。千葉銀行業、別に千葉銀別にね、千葉銀ね、どっちみち来ないと、なんで歩くの嫌だって、歩くの嫌だって、うん、別に千葉銀ってキングヌー入んの？
え、キングヌー、キングヌー入ったらあいつウハウハだな。ふたえし久々、あ、久々だね。今広島です。はい、そんな遠いの、かまちゃん、ずっと応援してたが、あ、ありがとうございます。居酒屋、うん、居酒屋飲みたい、酒飲みたい。いやでもだからさ、トニントイレとかだからね、そういうのね。だからそれはね、まあメンバー4人だったらモノ君もあるし、千葉銀もあるし、美佐子さんもあるしね。そう言ったらお前らだってあるだろ、お前らっていろんな賛否両論みたいなものとかあるだろ。うん、でも俺は俺のままで行くわ。めっちゃ歩くじゃん、話せなくなった、言い合える仲って羨ましい。でも俺はあの反省はちょっとはするけど、うん、俺は俺のままで行く。うん、それだけは変わんねえ。うん、当たり前じゃん、だって申請構ってちゃうんだもん。うん、もうね、もうね、それはね、俺は何を言われてもいい、いいっていうか、まあまあでも、そう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 、うん。だからさっきの、さっきはまあまあ確かにね、千葉銀怒ってたけど、千葉銀の言い分もだからさ、わかるわかる。ああ、こう言ったね、俺とはやっぱ違うからさ、理想とするところっつうか、うん、それはさ、やっぱみんなもわかるじゃん。うん、そうそうそう、喧嘩、いや喧嘩ってわけじゃない、喧嘩したとかじゃない。うん、そうそうそう、うん、相手のこと理解すると、あ、なんか、あ、ちょっと店はちょっと見せるのね、あの、ちょっと100人ぐらい突きちゃうんで、意見の相違、いや、それはね、あれ、ね、かっこよくなったなって。何があったの、あ、ニコ生、ニコ生でですよ、まあ、ニコ生見てない人はちょっと何があったか分かんねえか。まあ、それは改めてちょっと説明すんのもさ、いいよ、うん、改めて。ラストオーダー。ラストオーダーじゃねえ。花の舞さん。花の舞行こうとしたら、入らなかった。ドンマイ。のごさんと飲みたいって。いや、マジか。うん、サイゼリアでマグナム。うん、サイゼリア俺おっかんな。けど声静かにするわ。うん、飲みたい。カープ。どっかお店あんのかな。広島やべえなって。今広島です。個室。いやー、個室が一番いいよね。個室居酒屋とかあればね。今来た、最後で。うん、出来になる。広島で出来になるよ。うん、広島で出来になっても別にいいじゃん。うん、サイゼ出来、何が。居酒屋ってそう、何時までラストオーダー早くね。ああ、確かにね、居酒屋でラストオーダー早いよな、広島。うん、広島から出禁になるってこと、広島の店とかじゃなくて。昨日ありがとう、あ、いや、これありがとうございます。気をつけてね、ラーメンじゃないの。いや、ラーメン俺ね、好きじゃないんだよ。ラーメンあんま好きじゃないんだよ。あ、いいね、いいね、オッケー。ここ開放的なの。おー、いい、いい、いいね、いいね。カリメロ。うん、いい、いいね、いいね。ラストオーダーが深夜。個室あるといいな。個室、あ、でも個室なくてもさ、これうるさいから大丈夫よ。個室なくてもうるさいから周り。あ、吸いたい。じゃあ、喫煙。奥とかでも大丈夫です。はい、奥、今、俺こっち。よし、飲むぞ。飲むぞ。よし、やってきました。飲むぞ。いや、皆さん飲みましょう。ね。のこさん未成年じゃないの。そんなしたこっちゃねえよ、生。未成年だって飲むの、そんな。うん。飲もう。はい、はい、あれ、なんかね、あの、9位のやつが好きだから、9位。千葉銀も誘ったから、千葉銀、あいつはコンビニで行ったって言ってんじゃん。うん、千葉銀も誘った方が、まだね、なんかね、いろいろまだ、いろいろ話したからね。そりゃそうなんだけど。うん、お金ないかと。9位のやつ、9位が好きなの、俺、これ居酒屋は。9位の、9位何キウイないな。嘘、キウイカクテル、キウイトス、キウイトニック。キウイトニックないよ。キウイトニックなかったらファチネーブル。あ、ファチネーブルはある。ファチネーブルね。じゃあこれね。うん、はい、出るよ、はい。今日は何曜日ですか、ちなみに。火曜日。火曜日か。うん、みんな平日でしょ。千葉銀金ないのか。いや、そういうことじゃなくて、あいつコンビニ行ったらしい。
でかいじゃん。あ、はい、ありがとうございます。ママ、明日学校よ。あ、そうなんだ。まあ、火曜日だからね。確かにね。うん。モノ君さん。うん。おい。ね。今日はモノ君とね、ライブ終わり、チングと飲んでます。いやー、今日可愛いやつ。いや、ファジーネーブル俺好きだよ。ファジーネーブル好きだよ。これ結構個室じゃないんだけど、周りガヤガヤしてよかったわ。俺もまあまあ声通るけど、いいね。モノ君テンション高い。モノ君テンション高いね。まあやっぱ酒が飲めるからね。いや俺もテンション高い。やっとタバコも吸えるし、うん。いやテンション上がりますよ。配信組だけどライブ良かったです。ありがとうございます。ビール飲まないの。ビール。俺ファジーネーブル。今日は飲む。飯テロ。おつおつ。声バレしそうってね。モノ君心の友。モノさん可愛い。モノ君注文り、あーね、モノ君張り切ってるね。ライブハウスタバコ、じゃあだから俺声を温存のために、あの今回この2日間ね、タバコとか、そう、あの吸ってなかったから。お酒だって飲まなかったんだから、マジで。うん、マジでお酒ずっと飲んでないの。お酒も、うん、タバコも、そう、酔っ払いモノ君やばい。なくていいんだって、いいんだ、いいんだ。うん、マジで店をこうやって怪力で持ち、テーブル持ち上げろ。声めっちゃ良かったっしょ。でも今回だから俺は意識したから、うん、さあそれはね、そう今回のね、うん、声出たってか、うん、声めっちゃ出、そう、それを意識した。はい、えらい、やっと良かったです。この、あーちょっと俺ちょっとタバコ取っていい？うん、買おうか。ちょっと買おう。ちょっとついでに注文見といて。決めよう。はい。いや、どうも。いやー、偶然会ってしまったけどね。まあまあ、ライブお疲れ様でした。どうも。はい、反対カメラ打ってば、今日ツイキャスなんだよ、これね。この辺の中相変わらず暑苦しかった。コンタクトは外した。いやね、めっちゃ目疲れんだよ。コンタクトはマジで疲れる。ライブ、ライブ。ね、暑くて最高、うん、運転大丈夫だよ。俺だって運転できるんだよな。できるんだよ、俺だって本気出しちゃ、うん、今日もお疲れ様、ありがとうございます、ね、滑舌良かったね。昨日はひどかったらしいけど俺引くとき目開いてる。いや、ね、あの時寝てるから。少しでも体力を温存するために引いてるときたまに寝てるからいやでも今日俺ミス多かったな。どんぐらい？4時間ぐらい。まだ全然ですよ、うん、最高に良かった。めっちゃ映った。だから俺の目の前にだってあのニコ生置いてあったからね。多分ね、俺がミスった時、うわミスってやんのとかどうせ言ってんだろうなとか見ながら言ってたけど、うん、どうだった？ああ、モノ君のとこから近かったから、さっきもニコ生コメントあったけどキーボードがひどかったみたいな。あ、マジで？まあ、まあ、俺が言ったことじゃないんだけど。でもどうせ言ってたなと思ったけど、俺も歌詞めっちゃ間違えたからでも今日のライブはあんた全部オリジナリティで歌ってたよね。うん、ね、オリジナリティというね、オリジナリティって言っときゃいいんだ、そういう時はなるほどね。あれ、あ、けどこんなもんなの。あ、はい、すいません、ここに置いてもらえますか？お茶漬けあるんじゃないの？お茶漬けとかないんだ。それがリアルライブ、即興でいいじゃん、歌い。いやいや、歌詞けど夕霧でメモライずっともひどかったね。あ、今来ました。これ今来ましたよ。はい、最初お茶漬けないんだよ。ちょっと待って、ライブかーっていうの。歌詞ボロボロでもなんでもいいよ俺。うん、お茶漬け美味しそう。お茶漬けさっぱりあるんですか？うなぎ茶漬け。あ、なんか ご飯類って何あります？ご飯類が、もともとで食べるのが、お肉吸いご飯と、カレーかま飯と、あと、焼きおにぎり、あと、卵揚げご飯と、あと、ご飯で、2日間限定でうなぎ茶漬けがあるんですけど。うなぎ茶漬け。うなぎ茶漬け、いいな。そういうのがいいな。あ、うなぎ茶漬け。あ、じゃあうなぎ茶漬けで。カチャで。うなぎ茶漬け。
で、じゃあちょっと軽く、あれですか、揚げ物系の考え、揚げ物系の考え、揚げ物系、揚げ物系、どうしたの。いやー、それね、美味しそう。うなぎ茶漬け、ちょっとはじ、ひつまぶしみたいなやつやね。あ、そう、冷やしトマト、あとで、ちょっと待って、あ、じゃあ冷やしトマト一つ、冷やしトマト、はい、そう、チッチングが今ね、はい、かしこまりました。はい、飯テロ、揚げも精がつきそう。いや、精を今からつけてもね、うん、この後別に風俗行くわけじゃないからね、俺ら。むしろライブ前だ。ライブ後だからね。はい。ライブの会場近く。あ、皆さんもけどね、リスナーの皆さんもあれね、あのね、火曜日ってことでね、あのね、じゃあみんなでね、俺らもライブ終わりってことで、ちょっと乾杯しましょうよ。乾杯。乾杯。3人で風俗行かねえよ。じゃあ一斉のせいで乾杯しますか、これ。はい。はい。じゃあ乾杯早いよ。じゃあ一斉のせい。じゃあね、えいが乾杯。ね、新生かまってちゃんね。はい、もう大成功のライブを祝って乾杯。乾杯。はい、大成功。はい、はい、もうもうね、早いよ。いやいや、 KPKP てって、はい、シズワン、こんばん。はい、ね、大成功のライブ祝って乾杯。はい、はい、大成功ちゃっちゃら。はい、ちょっと俺も酔うの早って、いや、まだっしょ、俺は早いよ、俺はマジで早いかんね。チングさんって何のパートですかって、もう何でもするこの人は、もう、もう動画編集なり、もうね、本当に動画編集、カメラマン、カメラマンね、カメラ撮ったりとか、もう素晴らしいっすよね。ジョギングもするし、スポーツマンですよ。ファジーネーブル俺好き、ファジーネーブル好きだよ俺、もう撮ってるよ、当たり前だろ。うん、チングめっちゃ取ってっからね、今までもそうだけど、ね、道中、うん、そう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 、ベースもお願いしようって、なんか竹内さん、なんか俺だから、俺新しい新メンバーベース、なんかそう、チングどうって俺ちょっと考えたもん。確かにありだなって、ありだな、チングありだなって。まあね、ありだけどね、カメラもできるしね。チングスマートになったって、やっぱ運動してるから、ね、ちょっと俺もちょっと飲むわ。カメラ2台で、お疲れさん、どうすか、疲れた時のしみるアルコールどうすか。うん、しみるだろう。あじゃあいいね。じゃあ会社のあじゃあいいね。いや、海賊だから。海賊だから。ヨーヨーツアーだ。そうだね。まだ始まったばっかだからね。ヨーヨーツアー。うん。いいね。飲めや、歌えや、騒げや。そうだね。宴だー、ね。宴だ。ガチャーン。高の目呼んでこい。どこのエピソードだよお前。シチリクリ。高の目呼んでこい。ブレーコもう酔ってる。いや、酔ってないけど、タイトルね。いや、俺ほんと早いからね。早そうだね、お前ね。そういえば酔おうだよ。そうそう、酔いたくなるよな。いやワンピースの外門何よ。用法よ、ここでまさかの用。昨日最前で見たら、 あなたがチング、あ、はい、これがね、もうこれがこの方がチングが、もうずっと11年12年間以上もう新生かまってちゃんを撮ってくださってるライブカメラマン、はい、うん、もうこの人すごいよ。チング、じゃあチングって無職なのって、何、お前と一緒にすんな、お前と一緒にするな、撮っていいんですか、怖いね。竹内さんもけどさ、あれ配信まあしてるからね。あ、そうか、前回も俺酔っ払ってる時振ったか。あ、そう、なんかいいとこに置けたらいいんだよね、これね。なんか3人が映るみたいな、まあ、ね、なんか、それがいいね。ああ、まあ、まあ、2人が映ってるといいんだよ。あ、この後2人映る。いや、チングも映れば、チングさん YouTube 見てます。これで、あ、この時ぐらいできた。あ、これ、あ、こうすれば、
こすればいい、ね、俺もコメント読めるし、ね、うん、あ、やばいやばい、のこさんまた刺繍出す、出してよって、あんなクソなもん出すわけねえだろ。刺繍、うん、刺繍買ってくれた人は本当ありがとうな、あれあんなよく買うよな刺繍。俺のあんな後書きだけだからな、俺の刺繍に価値ある。こんばんは、はい、こんばんは、売り上げ3冊だっけ、用語ツアーの本番です今。あ、はい、これなんかよ、なんかわけわかんないか、ツイキャスもこれ、これチング、あ、すごいね、なんか職人さんあざあす、え、なんだこれ、今の幽霊、いや、多分ひよこですよね。あ、ひよこね、あ、チングさんだ、いや、今ちょっとね、ライブ終わりでいただいてますね。あの、新生かまってちゃん、こんなバンドじゃないからね。まあね、まあね、ライブ後で打ち上げするなんて多分、2回目ぐらい、そんなやってないからね。うん、2回目、マジで新生かまってちゃん、多分2回目ぐらい。本当やんない言ったら、いや、チングがいる時だけだよ。チングがいるから、やってるだけ。ああ、だって、2人でも飲まないもんね。たまにあるよね、ほんとたまにあるよ、お子さん、顔さやろ。そうそうそう、レアだよ、2人見えちゃう、レアだよ。なんだったら、だから千葉銀とかね、美佐子さんとかね、なんかここで飲みながらさ、あいつらできたらさ、さっきもちょっとなんかさ、ギクシャクしたじゃん、酒飲んでさ、言いたいこと言い合ってさ、そしたらもうちょっとなんかね、わだかまりがさ、な、うん、いればよかったよな、うん、まあ俺も俺で言いたいこと言って、なんかね、ダメな方に行くかもしれないけど。ガチな喧嘩になっちゃう。それはそうだね、うん、まあでもしょうがないけどね、言いたいけど、まあ疲れて、でも本当に、でも、これフォローとかじゃなくて疲れてたっていうのもあるよ、まあ、だって俺もモノ君もだってさ、疲れ、そうだってもう武井さんも分かるでしょ、もうずっと車乗ってさ、うん、疲れも溜まったっていうのが、その可能性が高い、まあ、疲れも、うん、そうなんだよね、だって今日みたいな、ね、感じって言ったら、うん、別に今までも十分ね、全然あるからな、俺の今日の感じ。だから多分疲れとかもあったんだろうなって俺は思うよ、千葉銀は、うん、それはワゴンで、まあ、ワゴンでワゴンでワゴンで殴り合いになるかと思ってヒヤヒヤし、疲れてイライラするし、うん、殴り合いにはなんないよ、ヒヤヒヤもなんないよ、まあ脱退まで時間が少ないから、千葉銀の思いがね、よかったっていうのもあるかもね、確かにね、だからまあ本人に聞かないとね、ちょっとそれは分かんないけど、いや、でもまあやっぱり思い描いたものと違うことにショックを大変受けるんだけどな、うん、まあね、分かんないけど、またね、この間にね、千葉銀辞めるまでの間に、やっぱ俺は俺でさ、やっぱさ、俺のスタンスがあるからさ、ライブとかさね、新生かまったちゃん、俺な、そういったさ、スタンスがあるから、まあまあ、だからね、まあまあ、ちょっとそういったね、まあさっき言われたこともそうだけどさ、モノ君にも言われたけどさ、そういったことも頭に入れつつっていうのもあるけど、けど俺は俺のスタンスでいく、だからまた喧嘩もするかもしれない、別にそれが千葉銀ってわけじゃなくて、それは別に千葉銀ってわけじゃなくて、そのね、他のメンバーでもさ、あるかもしんないじゃん、ね、うん、だってそれなんだって、妥協って話になっちゃうからな、うん、まあ妥協って言ったら俺も間違ってるのかもしんないけど、俺もガキなのかもしんないけどさ、まあ、いや、喧嘩してない、思い、自分のちゃんと思いを貫いて、うん、そう、千葉銀は千葉銀で、だからそうあるんだ、誰かと一緒にブレないの子さん、やっぱり好きだよって、いや、千葉銀も千葉銀で、まあお前もお前で、だからブレないもの、そう、美佐子さんは美佐子さんで、物食いなきゃ殴り合いだったな、いや、俺だっても言ってもなんなかったよ、うん、俺は別に殴り合いにはなんなかった、うん、うん、だから喧嘩してねえって、喧嘩してねえの、お前、もうほんと耳ついてんの、耳ついてんのかよ、うん、そう、考え方が違うのは昔からそうじゃん、千葉銀、うん、
だから、まあ、千葉銀、まあ、とりあえずね、千葉銀やめるとかじゃなくて、まあでね、千葉銀だけじゃなくてもバンドメンバーなんて一緒にやってたら別にスタッフもそうだし、みんなって分かるでしょ、喧嘩なんかするから。それで、ね、仲違いしてバンドを辞めるとか解散とかっていうのは全然これからも ありえなくはないよ、ね、俺も こいつ分かんないからね、今後の話して何があるか。うん、そう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 ね、モノ君のこと心の友とかね、あのさっき言って、でここ次の人がもう今このね酔いまくってこいつうざくなってこうやってあーってやってやめるかねあらってどんどんやって、いやこいつやめるわって なるかもしんないからね。仲違い、仲違いってない、仲違い、うん、そうそうそう。いやだからね、ずっと続くわけじゃないよバンドは。終わるときは終わるよ、うん、もう終わるときは本当にパッてか感じもあると思うよ。そういうバンドいっぱいいると思うよ。そう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 、うん、あーごめんなさい。モノ、バンド脱退した後は千葉県の友達、いや別に俺だからブロックしないと。それで忘れさんのように、あ、いやいやそうだよ、うん、うん、永遠はないだから、そうそうそう、うん、それはマジで、うん、うん、まあまあ、うん、うん、ブロックしない。もっとひどいバンドとか、まあ確かにね、俺らはまだ仲いい方で、仲いい方だと思うよ、だいぶね、俺はまだいろんな話してるね、ね、いろんな話してる、ね、本当にレコーディング中誰に一切会わない。あ、はいはいはい、忘れらんねえよ、サポートや、ギター、あ、ギターの、でも思ってることをね、ちゃんと伝えてる感じは良かったと思う。いやでも、俺らも成長したと思います。今までだったら、あそこで終わったはず。うん、そうそう、うん、いや、あ、みんな、俺、ちょっとチングの声も聞こえてる今、チングの声もちゃんと聞こえてる。意外とこう、俺声でけえから。いや、でも出せるよ、ここは意外と出せるよ。いや、違って、チングの声も、あ、聞こえてる、聞こえてる。あ、もしもなんか、聞こえてなかったら、ちょっとチング。あ、聞こえてる、あ、聞こえてる、大丈夫だよ、多分この辺だと。お茶ばかやつだっす。チングさんの意見を聞きたい。意見、チングの意見、なんか、まあ、チングの意見もちょっと正直にちょっと聞かせてくれ。今日のライブで言うと個人的に、まあ、俺はちょっとさっき聞いて。まあそうだよ、お茶ばかやつだっす。いや、なんだろう、一なんか客っていうか、一応こっちもステージを見てる側やから、はい、カメラ撮ってるって、そこで言うと良かったなって思ってる、次いいライブだったなって、いいライブっていうか、なんかそういうかまってちゃんらしいなっていうところでのライブがあったから、僕はこれだなとは思ったんだけど、でもまあ高校生とかね、それぞれバンドの思惑みたいなものは違ってたら、それはそれで、うん、なんか反省点とかあるんだろうなっていうぐらい。だから今日ね、来てたお客さんとかはすごく気持ちよく帰られた方が多いようなイメージがある。あ、ごめんなさい。でもまあいろんな意見あると思うよ、そんなもん。まあ別にそれは別に全然かまってちゃうらしい、お茶ばかりだす。でもまあでもね、俺がくどかったとかね、まあそういうのもね、やっぱ俺もスタイル変えたからさ、やっぱさ、ね、もっと暴れろやみたいな、あ、そういった意見もあるんじゃない。なあ、もっと暴れろやって、もっとだいぶめちゃくちゃにだいぶしてね、暴れ、なんかね、もっとイエイ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 みたいなっていう意見も、まあ、そうまあある人はあるんじゃないかなって、うんうん、でも俺それ少数だと思ってるけどね、少数、うん、うん、少数、俺はね、うん、そんなやつだってさ、別に新生かまちゃん好きになる必要なくね。暴れたかったらさ、だって他のバンド行けよってな、マジでな、うん、暴れたかったら全然もっと暴れる場所あんだろうな、もうさ、ね、黒メモからのさ、ロクルナリのあのフレーズ、いや、俺あれ、千葉銀今最後まで気づいてくんなかったんですよ。あ、そうなの、ね、俺こうやって、千葉銀今俺黒メモのあ、ゲートその通り、暴れ千葉銀は黒メモのロクナイク、それがなんかワンマンだったら、おいおいとかいらない最後、ぐちゃぐちゃだったんだよ。うん、まあまあ、でも僕もあの、昨日のライブはさ、お茶ばかりさ、でも僕は昨日のライブはさ、結構ダイブとかしてさ、いつもの感じでやったじゃん。だから俺自然体でさ、やりたいなと思ってんの、その時の自分の。お茶ばかりさん、だからね、
そう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 、ロックンロールやろうとした。ロックなりのフレーズよかった。最後ロックなり始まるかと思った。たまにはシューゲーザーバンドみたいにずっと、あ、ありじゃないとか。だから俺は自然体で、別にだから、そうそうそう、全然のこさんもめちゃめちゃ暴れ回るときは全然ね、今後も確実であると思うから。ただなんか、そう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 、うん、なんか今日はそういう気分だったっていう、なんかある、うん、今日みたいなのが好きですって言うけど、俺もだからまたうわーってなって、歌が全くね、歌とかギターとか適当っつうかとかも全然ありますよ。うん、まあまあ、だからそれ 俺はやっぱその予定調和をちょっとなるべく自分の中で、そう、それはやっぱ俺の中で成長していかないとダメだなって思ってるところ、うん、そうそうそう、甘えちゃダメだなってって感じかな。いい加減ステージでおしっこするのやめてください。だからしたくない、やってねえけど、やってねえけど、別に おしっこしたくなったらするわ。自然体でやんねえけど、やんねえけど、自然体すぎる、やんねえけど、そうそうそう、うん、どんなライブも好きです。おしっこしたら出来になる。パンツ下ろすのもやめてね。いやだからそれはステージで今日もね、チンコ出したけど出したけど、まあまあ、だからそれはね、もう俺はだってさ、やっぱさ、ステージ上ライブって精神やっぱ解放できる場所だからさ、うん、ね、精神を解放しろとかさ言うけどさ、うん、まあまあ、だからね、さっき千葉銀が言ってたのは、のこさん一人でやりたいんだったら、まあ俺らはもういらねえ、やめるわって言ったけど、俺は昔からそういうスタンスなんだよ。うん、俺はもう単独プレイで一騎当選でずっと考えてる。うん、それはなぜかというと、俺はあの、まあこれは確かにね、あの自分勝手かもしんないけど、あの甘えたくないから、うん、ってだけ俺の中ではね、そうそうそう、うん、っていう、なんか俺の中でな、まあ俺、まあこれちょっと言葉で言ってもさ、ちょっと伝わらないことあると思うけど、モノ君の意見はって、あ、もう何か俺に対するってこと。だから俺は今日長かったねって言ったじゃん、最後長かったんじゃないって、こんな言うんだよ。ああ、いやそれ、あ、なんかまあそこじゃないじゃん、なんか分かんない、まあまあちょっと、あ、君のあれも、あ、ジャニー北川新規は本当に、うわーうわーってうわーって、まあそんな関係ないけど、いやー本当遅かったね、もうちょっと早くオーディションね、お前遅えよ、早く死んじゃったじゃん。死んじゃったけど、他の方もいるじゃないですか。ジャニーズ俺。早っ。え、生きてるよってなんだよ、それ。このタイミングじゃねえよ。死んじゃったからもう、モノ君、ジャニーズ なれねえじゃん。どっちみちなれねえよ。モノ君はライブに課題とかあるの？俺課題？ないわけないじゃん。こんなもん、当たり前、ちゃんとモノ君だってバカバカ言われてっけど、考えとるよ。俺はね、簡単に言うとね、人類皆平和、これ俺はライブにかける思いは人類皆平和だけだよ、それだけだ。人類皆平和、うん、はてな、なるほど、え、今考えた、人類皆、何言ってるんですか、真逆だな、大切にしなよメンバー、何が平和なライブ、切れるくせに平和主義、人類皆平和、大切にしなよメンバー、だから大切にしてるよ、してる方だと思うよ、俺はまだいろんなこと、ただただそれと表現は別、うん、表現においては別だね、うん、だからこんなことちょっと説明しても一重には伝えられないから、うん、俺はメンバーのことを、うん、大切にしてるっつうか、そう、大切してるよ、うん、そりゃしてる、表現は別で、まあだからそうそう、そこはちょっと俺は孤独でいいよ、みんなに分かってもらおうとは思わない、うん、作品だし、まあね、そうね、うん、メニュー来たからね、食べようぜ、まあまあ、のこさん、うん、まあ、こんにちは分かんないと思うよ、これでいいと思うよ、うん、今日は実験的にやって長くなっただけやろ、まあ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 、今日だけで言っちゃったら、まあ、まあとりあえずまだね、来週とかもこれからライブあるし、まだこれからね、私はバンドというよ
なんて私はバンドというよりのこちゃんが好きで。バカだろお前。バカだろ。そんなやつバカじゃねえよ。プライドなくしたやつに魅力はないからな。あ、けど俺もそうよ。俺もだって好きな自分のね、アーティストがね、なんかさ、人に言われてさ、な、人の意見に流されたとかさ、そういった風にね、やるやつを なってるやつが俺なんかやだ、なんかやだっていうか、こいつなんか自分がねえのかよって。最近だと千葉銀とドライブ配信の時にさ、あのさ、あのお前聞いてなかったと思うけど、なんか NG フェスでさ、全世界のカスどもに入れてみたいなさ、言われたじゃん。あれなんか俺同調圧力感じたんだよ。え？配信だって別にそれも言ってもさ、同調圧力もあるけどさ、その配信の中のリスナーだけじゃないわけじゃん。ロム線もいるわけじゃん。ロム線民もいるわけじゃんね。そうそう、それは自分で考えたら自分でこうしたいっていうことにさ、そうそうそう、まあそれは俺が頑固なんですけどね。それは僕は頑固ってだけだけどね。ひねくれ者でも頑固でも何でもいいよ。でもだってあそこの配信と千葉銀の意見だけでさ、それをぶっ込むってのは違くない？だってさ、ロム先民とかさ、だってネットやってない人とかいろんなさ、あの、だってそこだけでさね、って俺は思う。ここだけが全てじゃないからさ、神聖かまってちゃんの世界つうか、なんつうか、なんだろうな、なんつうか、普通にある、うん。千葉銀が言ってたことは、プロとして活動してるならできてた方がいいと思いました。ああ、そうそうそう、プロとしてね、そうそうそう、それはね、それは正しい、うん、プロとしてって考えたら千葉銀の言ってることは正しい、うん、それは正しい、うん、それはマジで正しい。それはグーの音も出ない。それは俺はグーの音も出ない、うん。ボツにはしない、今んとこボツにしてるけど、初めて聞い、ああそう、次のアルバムで入れてもいいんじゃない。ああ、別に曲別に作ってるし俺、まあ、でかいステージでやるな。のこさん、自分のこと分かった上で、千葉銀油そば食べてるよってね。ああそう、ボツなの。いや、今んとこ別にボツにしてるけど、うん、千葉銀まだこの残ってないよ、大丈夫だよ、今度入れて。ニコ生タイムシュートは残ってるよ。アルバムツアーやります。歩み寄り型必要だね。うん、必要。残さん、残さん貫いてって。あのさ、もうそんな、あの、何も心配いらないから。もう口では上辺ではさ、俺さ、社会性、まあ社会で俺もさ生きてるからさ、今さこういう仕事とかさ、上辺ではこうやって言うけど、な。わかるだろ。でも好きな俺。悪いやつだなって、難しいことやな。当たりねえじゃん。ライオンキング、モノ君ない飲んでんの？モノ君。レモンサワー。レモンサワー。レモンサワー。あ、そうか。アマウジャキで頑固ってことはわかる。うん、アマウジャキで頑固だし、でも俺結構やっぱちゃんとなんか神聖かまってちゃん、うん、もう考えてるけどな。まあまあ、神聖かまってちゃんっていうものはやっぱ俺やっぱメンバーとも話したことないし、あの一度もね、あの神聖かまってちゃんね、あのな、どういったことか、それはね、やっぱね、俺っていうことをずっと やってきたからさ、俺中心でさ、そうそう、だからまあ俺は俺でいくよ。頑固だけど残った頭は柔らかいよね。うん、まあ何でもいいよ、俺別に何でもいい、何言われてもいいよ、うん、ハゲでも頑固でもね、何でもいいよ、何でもいいっす、何でもいいっす、みんなが感じたままでいいっす。うん、何でもいいっす、何でもいいっす。千葉銀この配信見てるよ、ちょうどいいよ。そうやったら見て、もしも仮に見てるんだったら、あの、来てくれたらいいのにな。見てんの？いや、知らねえよ、見てないっしょ。見てても見てなくてもどっちでもいいわ。モノくんも喋ろうや。だからモノ、俺喋ってるから
うん、そうそうそう、ちょっと俺があんまりね食べれてないっていう。頑固でも何でもいいの、何でも、俺何でもいい、そんなどうでもいいんだよ。天の弱でも頑固でももう何でもいいっす、僕は何でも何でもいい、何でもいい、何でもいい、うん、もう結もうそう、なんか見たまま感じたままとかそういったなんかもう作ってか、もう曲だよ、曲食べる曲作品これ読めねえんだよ漢字、何美味しい分かんねえよ、あ、うなぎか、うなぎ美味しい、うなぎが食ってもううまいうまい、うまい、よかったよかった、うなぎだからね、どこどこ、どこって言う、あ、まずいかまずいか、いやいや、千葉銀ちゃうよ、千葉銀のあれかなと思って言っちゃったけど、違うか、ダメだね、いや言わない言わない、うん、うん、リアルに60人ぐらい来ちゃう、そうだね、それはそうだね、言わない言わない、うん、もう君貯金増えたんだ、300いくらだって貯蓄に、マジで300円だよ、330円、うん、こちらの300万円あげちゃうキャンペーンです。それから注文していただくと、300万当たる。当たるんですか。合計300万円分。ああ、そうですか。はい。それでこれでサイコロを振っていただいて、引くための合計が3と13と23だったら、今日1品無料になります。あ、はい。なるほど。で、外れたらまたちょっと説明してあげて。はい。え、これが続きだ。3と13と23でしたら、これ振ってね、これ振って、そしたら今日無料、唐揚げが1個、唐揚げ、唐揚げ、じゃあ俺のね、あのマジカルゴッドハンドでちょっと行きましょう、いいよ、あ、続けなさいね、じゃあちょっと見とけ、じゃあね、はい、マポーチャーどうでしょうか、あ、これ行きましたね、え、あ、15ですね、すみません、あ、15なんで、ね、次回は33回になります、あ、次回はよろしくお願いします、お願いします、お願いします、楽しかったです、ありがとうございます、楽しかったです、楽しかったね、うん、楽しかった、全然俺ルール把握できなかったけど今全然把握できなかったけど、楽しかった、断面惜しい、こちらがちょっと次回でした、ね、ありがとうございます、はい、33円になります、あ、了解です、ありがとうございます、イエーイ、33円、あ、ぜひぜひ、イエーイ、投げた時なんて言った、俺も分かんなかった、アパーとかなんか言ってたけど覚えてない、当たったかと思わせちゃって、いや、あの店員さんはきっと当たった流れにしてあげたかったの多分、でも、あっっていうそうそうそう、あの店員さんの優しさを俺は感じたよ、うん、いいお店ですね、うん、アパー派カスカスが、うん、当たらないようになってんの、嘘、そんなことねえだよ、そんなことねえよ、そんなことないよ、俺も食べて、いや、唐揚げ来たら食います、唐揚げ来たらね、山根も頼みます、この君買う金もないで、いやだからあれだよ、別に親から1万円借りたから大丈夫だ、大丈夫だし、クレカは別に使えるから、俺の株上がってるバカ野郎、すぐ下がるよ、あ、はい、すいません、俺の株なんて上がったらすぐ下がるから、うん、結局ずっと平行路線を俺行くから、ね、上がったら下がって、うん、お金借りた残高300円なのにクレカ使うのだから給料入ったら大丈夫なんだ、ジャニーさん死去、はい、お主張様、お悔やみ申し上げます、はい、ね、うん、僕はずっとリーマンショック、うるせえよバカ野郎なんだよそれ、俺の人生大丈夫だよ、ずっとリーマンショック、うん、ずっとリーマンショックって、リーマンショックってどういう意味さ俺分かんねえんだけど、あれもうずっとあのやもう本当に世界経済が崩壊してる俺の中で、うん、いいよ別に、はいはい、キング出せ、キングさんはね、あの踊った時に出すからキングさんは踊った時に出すからね、あ、そうなんですか、いや分かんない、結構苦手そうだな、いや配信者だ、いやそうだけど顔出ししてないからね、顔出ししてないから、いやいや別にいいですよね、いやいいですよ、でも慣れてない、まあ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 、どちらでも2人が連れ、ああ、いや全然2人だともうなんかあの会話止まっちゃうんだよネタがない、まあネタはないけど、ネタはねえけど、うん、いや圧力とかじゃない、千葉銀はラジオ、何が、うん、恥じらっておられる、ね、うなぎおいしか、うなぎおいしい、ね、
チングさんの配信好きって人なんか結構いますよ、僕のコメ配信のコメントで声がいいとか。声だけは、ね、チングさんで新しい風を、ね、いや、新しい風いやけど富士山やっぱ ね、 富士山ね、富士山をね、登りたくない、登りたくない、もうでもそれで足腰鍛えてんだ、隣女、これもあるか、竹内さん、声よかった、富士山チームさん、映画撮らないんです、撮るんじゃん、受ける、富士山配信ね、楽しみだよね、うん、どうなんだろう、いやもう竹内さんもうカメラほんと10台ぐらい持ってくからね、もうね、うん、望遠とかいろいろ、そうそうそう、ずっとバーってそう、またうん、チングさんもだからカメラ、カメラ、チングはカメラこうやってね、持ったまま初めて見ます、富士山足、そうこうやって、これで登るからね、すごいよ、肩バキバキところじゃねえ、 DJ みたいね、俺ら今までなんかいろんな罰ゲームやってきたけど、チングさんが一番やばいよね、これで、重たいよ、だって120キロとかあるでしょ、天気いいといいね、そう、だから天気良かったらこれカメラ壊れちゃいますよ、気をつけてくださいね、マジで気をつけてくださいね、防水加工して、あ、これ持ってくるんですか、これだよね、これ防水っすか、防水にします、防水するんすか、うん、なんで大丈夫です、シングが一番大変、いや、俺だってフレディ・マーキュリーだから大変だよ、フレディ・マーキュリー、フレディ・マーキュリーで登るんだ、いや、俺の問題よ、禁じゃないんだから、こんな思ったら楽しいで、さすがです、いや、もうさ、何も考えてない、何も考えてない、バボちゃん、いや、何も考えてないんだよね、けど、うん、何も考えてないんだよね、けど、真面目にね、このまま行ったら、なんか普通にね、普通に登るよ、ね、ユニクロで登っちゃう、ユニクロのただの靴のつまんない、今回つまんないからいつ登るの、8月のね、下旬、うん、なんか20何日月末、8月31日の前だよね、前、その週、今のところ予定してんの、バナナの服はけどさ、あのさ、やったじゃん、やったからね、いや、バナナスーツ残ってっけどさ、別にバナナでもいい、またいいけどさ、うん、頼むよ、うん、ルルちゃんで登ろう、きついやーきついやー、いや、何きついなー、いや、全裸で登ろう、全裸の方がまだいい、うん、いや、マジでバナナ、ルルちゃんきついな、いや、きついってなんか、いや、あの、カツラはきついんだよ、オットリミット、助走してみる、全勝、マジでさ、全裸、山を舐める直さんにね、山賊にね、また怒られちゃうかもしれないね、山賊に、うん、いやいやいや、これちょっとね、新しいカツラ買ってない、うん、なあ、前回怒られた、そう、山小屋のやつに怒られたね、おいなあ、ほんとなよなよしてんなって、ね、なんだお前それってみたいな感じで怒られた、そう、インフレしてるからな、のこさん飲んでなくない、いや、十分飲んどるわ、もう酔っ払ってるもん、うん、便秘いいな、もふくちゃん、なんだ、酔えない、脱走はしなくてきついこず、お酒をかえ、難しいルートで行く、おテーマが酔っ払っても分かんないけど、いや酔っ払ってる僕、うん、あれ酔っ払ってないのかな、えあれ酔っ払ってんの、俺酔っ払ってんじゃない、俺酔っ払ってんの、うん、モノクが痩せて見えるってなる、あ、普段めっちゃ太って見えるんだ、おテーマルートで行く、カロイチだよ、唐揚げ、はい、俺もうお腹いっぱい、もうお腹いっぱいなの、もうお腹いっぱい、いいな、俺まだ今日酔ってないって、まだ全然飲んでないからね、まあ、2杯目だからね、2杯目で酔ってたまるぐらい、あ、本当に早いな、うん、俺もこれで十分だからね、これでもう酔っ払ってる、スネンもこんなだし、こんばんはお疲れ様です、あ、そうね、おてんばんものか、これからでうざくなってくから、酔っ払って胃が小さいです、うなぎでお腹いっぱいな、そう、うん、乾かくなってきた、いやいやいや、けどちょっとね、ライブ終わりだからちょっとね、余計疲れもあって、余裕の周りが早い、うん、疲れてるとやっぱそうなるよ、あー、しら、
野間さんこんばんは、米食ってるから、あコメントね、いやよったらやばい、評判悪いね、俺の酔い、いや、よう、いや、悪いよ悪いに決まってるでしょ、本当に最悪最悪言われてた最悪もう本当に倒れてた最悪マジで KO されたアケボス死なねえかなすげえな死なねえか殺すなよ、じゃあ酔っただけじゃなくて、うん、いや、まあまあ前回はまだ大丈夫だけど誕生日配信の時はまだ大丈夫ひどい時はひどいよ、まあ、ボケ、違う、ボケ老人みたいなの本当にね、ボケ老人みたいになるよね、最低な発言、あーまあそれは俺はまだいいけどさ、なんか本当ボケ老人みたいになるよな、うん、ボロクソでいいんだよこんなやつ、個人配信の時特にひどいね、ロボットかと思う寝配信とかやるもんやんねえよ、寝配信なんだ、会話がそう噛み合わなくなる、だから分かんないけどね、今けど今はまだ大丈夫か、の飲んでるものがそう、ストゼロじゃない、今ボケ、ボゲ老人みたいな、ストゼロじゃないよ、うん、モノ君の良いところでもあるね、いやおめえはさ、あのそっちにいるからだよ、いやこっち来てみろ良いところって言うけど、てめえはそっちにいるからだ、ストゼロじゃウイスキーのストレート物も、ストゼロ、いやストゼロやっぱよ、飲まないもんや、酔っ払ったら面白いって言うけど、いやなんかやっぱ、いや俺別にさ面白いは面白いけどさね、うざがらめみたいになってくるとあれ、老人化を解くやつ、ストゼロダメで、悪魔のドラッグ、うん、配信会は違うんでしょう、あーそう配信会だけどお前違うよ、ね、酔い方やっぱ配信するからね、やっぱね、俺もだってそうだもん、うん、配信中の酔っ払い方と配信会の酔っ払い方全然違うもん、まあだからこいつがまた酔っ払わせるんだよな、なんか酔っ払わせるからなんか変な、そうコメントとかね、うん、そう、うん、配信会は全然違うよ、うん、うん、全然違う、配信の魔力のせい、うん、いやけど本当に、うん、いやどんなのってないか、どんなのって普通にうわーってってあんま変わんねえな、いやあんま変わんねえよってな何思ってあんま変わんねえうわーって言うだけで、うわーって米のせい、変なコメント決めるよ、配信がリスナーのせいにする、いやリスナーせよ、もう本当配信でまた変わるって、ジャニー北川さんしかって何が、うん、しわでさっきからなんかうせえよ、うん、ジャニー北川が死んだからどうしたんだよジャニー北川が死んだからどうしたのマジでみんなさ、なんかそんなにショック、一つの時代が終わったってないよ、いや別にそんなんあんま思わないしね、ね、死んじゃってよ言う、寂しい、嘘、熱い人いるんだ、俺もどうでもいい、音楽業界に影響出るって出ねえだろそんなん、うん、年齢的にだからね、だってあいつじじいでしょ、もうじいさんでしょ、ジャニーの北川さんって、うん、じじいだろ、うん、いや、じじいじゃん、おじいちゃんじじいじゃん、全然いい死に方したじゃん、87歳なんていちいちニュースにすんねや、なあ、うん、寿命で死ぬとは幸せ者じゃん、ほんと大往生ってやつ、幸せ者、こんばんは、なあ、うん、全うしてだから別にそんなん幸せじゃん、うん、そうそんなもんで別にさね、なん俺は本当どうでもいい、興味ない、次の社長は誰になるのかな、知らないよ、あと何頼んだろう、ウイスキーロック、俺は金さんはシャンディガス、
かまってちゃんに影響なのよ。だからモノくんがジャニーズ入れなくなっちゃう。僕とモノくんがジャニーズに入れなくなっちゃう。それだけで俺はどっちみち入れねえと思う。いや、お前みたいな面も顔も必要とされたりする。ないだろ、ジャニーズだ。いやいや、こすこすよ。興味ないね。なんでジャニーズに曲提供しようって。何が仲間を探したいとかしたことあるよ、ボツ。俺だってオーディション来るんだよ。うん、オーディション来んだよ、あのスマップ。俺だからスマップのオーディションが来て、仲間を探したい、投げたらボツになった。うん、別にスマップのために仲間を探したいって曲作ったんじゃなくて、もともと仲間を探したい作ってたから、それ適当にスマップに投げたらボツ。おっさんの夢は、いや、あーいやな、違うと思う。おっさんの夢は投げてないと思う。俺全部ボツだからね。スマップ、そう、コンペ、コンペ、ヤマピーも、ヤマピーもボツ。依頼来るよ来るよ。今、最近は来ないけど、ヤマピーもボツになったね。抱きしめてインザレインって曲。それ多分お前ら知んない。君を強く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 抱いていたい。いや、結構メロディー分けてよくない、あれ。メロディー、メロディーはいいよね。ね、メロディーはいいよね。そう、抱きしめてインザレインって。それヤマピー用に投げたんだけどボツ。そう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 、サカナクション、ジャニーズっぽい、ジャニーズ。そうそうそう。でも俺あれは何なんだろう。いや、よかったと思うんだけど、メロディー、めっちゃいい曲じゃんって。アカペラで、いや本当に別に曲で聴いたらめっちゃ、普通に別にでも残ってるけどね。聞かしたいぐらいだわ。いつか聞かしたいわ。本当の話だよ、本当の話だよ。聞いたいわね。抱いて瀬野リュータと被ってない。おい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 、それ言っちゃうね。でもウップして、いつかあげるわ。じゃあ、全然いつかあげわよ。ノリちゃん完全にみんなそっちだね。まあまあまあ、それ言っちゃう。セロリとか、いや、セロリはいい曲じゃないですか、自分で歌おう。なんだろうな、あとな、なんかコンペけど他にもあったような気するけど、 なんかオーディションみたいな落ちたやつ、なんだろうな。セノリータ、マルエツに負けたんご、抱いて抱いて、ジャケットモノ組んでシングル出す、どういうこと。覚えてて、きっとよくなさ、あ、きっとよくなさ、だからさ、あれさ、みんないい人って、お茶ばかりやさ、みんないい人じゃない、ドラマのさ、なんだっけあれ、お前らの方が覚えてるか、なんだっけあれ、ドラマで、きっとよくなさ、けど本当に、くどかんのやつ、ゆとりですが、何か、そう、アイドルに提供の話とかも あったよ、あったっていうか、それは通ったじゃん、アップアップガールズ、アイドルないんだよ、俺、そう、ゆとりですが、何か。のあれはクドカンから来た、クドカンから、それもオーディションコンペで来たんだけど、それで書き上げたのがきっとよくなるさ。きっとよくなるさはだから、そう、斉藤匠さん出たやつ、きっとよくなるさはだから、ゆとりですか何かのために書いた、お茶目くらいざんす。あれ普通にさね、受かんなかったのはちょっとなって、なんかなんか、そう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 、お茶目くらいざんす。ドラマ全部見た、僕は合ってるんだけど、全体的に見て、あ、全体的に見て、きっとなくなるさの方が良かったんだけど、あー、なんか感覚ピエロになったんですか、確かに。あー、いい曲なのにね、きっとよくな、そうなんですよ。あれはかまってちゃんが歌うからいい。感覚ピエロ、いや、感覚ピエロさんも良かったっすよ。あれはあれで良かったけど、誰かが感覚ピエロさん、お茶目ガイザーす。だからきっとよくなるさ、あと他にはアイドルはアップアップガールズと、あと誰、あれちょっと俺もいろんな人いるから、お茶目ガイザーす、お茶目ガイザーす、カンカピロ解散したんだ。きっとよくなるさ、やっぱなんか人気だよね。お茶目ガイザーす、また依頼来るといいね。すごい話ね、さすがの子さん。いや、他にも多分 あってような気すっけどな。前ミサコのやつか、お茶目ガイザー万門のね、お茶目ガイザーす、他にもあったよ気すく、またアニメの曲ないじゃん、お茶目ガイザーす。依頼来たら逃がさないでほしいって。いや、逃がしてねえわ。あとさ、最近だったらゴメスくんね。
いや、ゴメス君のあれは、ああ、ね、だからああいう曲がさ、ね、売れないとダメだよ、マジで、ね、ほんと、もっと再生されてほしい。そうああいう曲が世の中に売れないとダメなんだよ。ゴメス君と俺で作った俺、まあ俺は、なんだっけ、なんか、あれか、トラックだけだけど、うん、ゴメス君が、歌メロとかつけてさ、あれめっちゃかっこいいよな。めちゃくちゃかっこいいよ。ああいう曲がさ、やっぱさ、音楽業界さ、ね、売れねえとダメだってって俺は思う。いや、アイムちゃんもいいよ、アイムちゃんもいいよ、好きだけど、ああいうさ、なんつうかアンチテーズ的な、やっぱ、うん、クソったれっていう、この世はクソったれだっていう、世の中どうかしてるよな。うん、あの曲、あ、何か、あ、そのゴメス君の魔女狩り売れてないのって言って、いや、売れてないのって言うね、言ったら、わか、まあまあ正式なところはわかんないけど、やっぱね、その世間一般で言ったら売れてる方に入んないだろうね、うん、あんな曲他にないよって。そうだよ、ナードの、そう、逆襲みたいなバンドが見たいね、なバンド、例えばあれだな、なんかな、なんだろう、あのニルバーナとか、うん、ニルバーナみてえなやつが出てきてもらいたいよね、やっぱな、それこそな、ニルバーナ、だからニルバーナ出てきた時はさ、90年代ニルバーナ出てきたら全部さ、バーンってさ、ハードロック、なんか要するにクリーンなバンド、クリーンなバンドを全員ぶっ殺したじゃん。そう結構食べてたね。だからニルバーナみてえなさ、バンドがさ、やっぱさ、出てこねえとさ、出てきてもらいたい俺は。ニルバーナ、ブランキー・ジェット・シティ、まあまあブランキーとかね、でも世界的に言ったらやっぱニルバーナっしょ、やっぱね、一番ボガーンとね、ひっくり返したの、それがかまってちゃうんだろう。いや、新生かまってちゃうね、ニルバーナー、ニルバーナーって、あ、柴田さんもだからね、俺はカート・コバーンだって昨日も言ってたんでしょ、うん、のこさんはカート・コバーンで、お前も言うもんね、お前もなんか昔言ってたよね、うん、俺はカート・コバーンって言うけど、じゃあ新生かまってちゃんは、あのニルバーナー、まあ、ぽさはあるよ、ぽさはあるのは分かるんだけど、やっぱね、売れてないからね売れてないから、やっぱピクシーズなんだよ。なるほどね。ピクシーズ、ニルバーナ、そう、ニルバーナでは、そう、ニルバーナって言われるのは昔から、やっぱかまっちゃん言われてるから、そのね、柴田さんだけじゃなくて世の中的にもさ、でも結局ニルバーナってやっぱ世界ひっくり返して売れっ子になったじゃん。うん、いや、静川ちゃん売れてる、かまっちゃん売れてるじゃんって言うじゃん。いや違う、もうニルバーナの息はもう世界をひっくり返す。そうだから、新生かまっちゃんも世界をひっくり返すか、日本の邦楽界をひっくり返す、もう言ったらね、もうクリーンなさ、サカナクションでも何でもいいけどさ、もうさ、そこら辺のフェスバンドを全員ぶっ殺すようなさ、ことが俺らもできたら、それは俺、まあニルバーナですよ、俺らもな。ピクシーズは地味っていうか、まあまあピクシーズ好きだけど、うん、ひっくり返してほしい。いや、でも僕もね、まだまだ、いや、諦めないでって、いや、諦めてはいないけど、うん、諦めてはいないよ。やっぱそういうのはやりたいなって、やっぱそういう景色は見たいもん、新生かまってちゃんでも、うん、そうだから今回ね、今フルアルバム作ってますけど、今回のアルバムはね、売れません今回のアルバムは売れません。売れるようなアルバム作ってません。そういう意味ではね、売れません、売れてでは作ってないよっていう、オリコンチャートとかね、33位とかじゃないかな、まあ、ピクシーズ売れてるわけではない、うん、30、うん、今回は売れませんって言うけど、その売れるような作ってないってこと、感じ、まあ新生かまっちゃんもともとさ、うん、売れ全然作ってるわけじゃないよ、今のじっちゃ言ったら、だから今の時代に合わない、うん、ルーちゃんの自殺配信とかね、入れたりとか、幽霊少女シリティとか今の時代にやっぱさ、そういうのってやっぱさ、ね、オリコン1位とかさ、な、うん、でも分からん。でも今回のアルバムが 1位までね、口コミでさ、1位まで駆け上ってったら、もうそれはネバーマインドよ。ネバーマインド、ニルバーナで、そう、ネバーマインド。ああ、そう。いや、みんなが勝手にそう、だからね、だからそこはやろうぜ、マジで。うん、今の時代って具体的に何って、
え、もうだからもうね、当たり障りない現実逃避したファンタジーでドリーム、ファンタジーでもうディズニーランドみたいな、なんかもうね、当たり障りない歌詞、当たり障りないメロディーね、俺は大っ嫌いだよ。うん、なんか雰囲気、今の時代の雰囲気、音楽業界の雰囲気大っ嫌い。全員死ねって思ってる。綺麗事ばっかり、全員死ねって思ってる基本的に。いや、だから何回も言うけど、俺米津さんとかあいみょんちゃんとかメロディーはいいって思うんだよ。メロディーはサカナクションだってメロディーとか曲いいなって思うんだけど、オフィシャル、そう、ヒゲダンディズムとか、そう、セカワディスって載ってないから、セカワディスそうじゃん。うん、セカワディスそうだよ。セカワだってそうじゃん。俺そうだよ。だからなんかそういったバンドばっかじゃん、私は。うん、もうだからそういうバンド、なんか何だろうな、メロディーはいいんだけども、なんかもう綺麗事だなって、うん、当たり前じゃん。うん、セカは別にサーチャー友達でもそんな関係ねえよ。うん、まあ俺もなんか言い方極端だけど、全員死ねって思ってる。うん、いや、それはだから各々のさ、アーティストは好きだよ。うん、当然。うん、それはあいみょんちゃんでもさ、サカナクションでも、ヨネさんでもさ、星野源さんでもさ、好きな曲は好きだし、うん、もっと怒りが欲しいんだよ。怒りが、怒りと狂気、単純な話、怒りと狂気が、うん、怒りと狂気が欲しい。怒りと狂気がない、早い話、今は。うん、これけどね、竹内さんとかもちぐさんとかはね、同じ気持ちですよ。でもありますよ今。そう、怒りと狂気、なんかね、こんなに病んでる時代なのに、なんでね、そういう曲があっていいのかって思うし、うん、あった方がいいと思うし、うん、キングヌーもなんか違うの、ね、俺はけどキングヌーはまだあいつらは俺評価してる、その今の音楽シーンの中でも。キングヌーは俺はあのスタンスで売れてるっていうのは俺はすごいと思うし、そうそうそう、キングヌーは俺は評価してるよ、マジで。うん、キングヌーは、うん、いや、真面目に、うん、チングさんいちいちいいこと言う、うん、あなたキングヌーディスってたやんって、だからめんどくせえな配信はめんどくせえよ、めんど、いや、配信って配信じゃなくて、もう一回か説明しないといけないからな、俺がどんだけキングヌーのことをね、あの心からね、褒めてるかっていうのめんどくせえないちいちもう説明しねえわ。え、キングヌーの良さが分かりませんって。いや、あのだって音楽ね、あのスタンスでさ、あの攻めてんのすごいと思うよ。うん、やっぱあれもだって別にそんなさ、売れ線ってわけでもないじゃん、キングヌーって。雰囲気とかさ、そうそう、尖ってるよな。うん、曲もいいしね、尖ってるよ、キングヌー。うん、ヤバティは可愛い、うん、ヤバティは可愛い、俺は好きだよ。うん、好き。うん、ヒゲもいい、あれは尖ってます。白、白目じゃね、白目のこさんの愛し見てくる。キュウソはだからやめろよ一つ一つありかなしかみたいなやめろよ、一つ一つ、ね、一つ一つなんか俺の口からさ、言わせようとすんだよね。怖いね。ね、あいつらはたあいもない曲作ってて、なんなんだよって、しっかりす、頭使って考えて曲作るよ、バカって。もうさ、言わせたいんだろ。本当に。やだよ。やめろ。誰が見てっか分かんねえんだから。誰が見てっか分かんねえんだから。やめろ。ハマるとこだね。そうそうそう。キュウソでやる、本音があってね、それ本音でしょって何か。まあまあ、いや、で、まあ本音つ言ってもさ、同じそのね、そのやっぱ作曲者としてね、うん、いや、あいつらいいやつなんだよいや別にさ、大体みんないいやつな、いい子なんだよ、いいやつなんだよ、みんな、うん、みんないいやつなんだよ。そんな、なんかね、うん、さあね、モノくん可愛いなって何、ちょっと今待っちゃう。
俺, 俺だけだから力説しちゃってすいません。力説できるからいいけど、俺力説できない。俺そんなちょっと一回じゃチングトモノくんタイム。なんでそれ だらけるぞ。完全にだらけるぞ。俺だけでいいですか。あ、モノく俺だけでいいです。完全にだらけるぞ。こんな真面目な話を俺に振られても無理だぞ。え、俺そんな真面目な話を俺は語らないんですよ。いや違う、この話しなくていいから。別にこっからがしていいんだって。俺はもうね、あれだから映ってなんぼだからね。いや配信してる、映ってなんぼだからって。映ってなんぼだからってすごい自己評価高えな。高いよ。モノくんはさっきの話で言うとどういう意見なの。あ、チングさんインタビュー。あー、来た来た。やらしい。ついでこまちちゃんが、まあ売れないというか変な、はいはい、まあ、そういう時代においてさ、はい、なんかどういう、なんだろう、こう、いやもう単純に音楽いないなじゃなくて、もう生活できねえから売れてくれっていう。本当にそうそう、飯食えねえから売れろっていう、ふざけんなっていう話ですよ。単純にそう、俺が溜まってちゃいるんだから、飯食えねえんだから売れろと。まあ現実問題、それだけ、それだけ。本当にそうそうそう、音楽の話してろ。こんだけ切実。そうだ、うん、いやちょっとでいいんだって。別にさ、ニルヴァーナの発言じゃないけど、飯食えるレベルでいいんだってね。本当に飯食えるレベルでいいんだよ。ニルヴァーナの発言であるの。あります、あります。ちょっと食えるレベルでいいんだけど、こんなに持ち上げられると思わなかったから、ふざけんなって今言ってるんですよ。ニルヴァーナは、ハードコバーはそうやって言ってるんですよ、あいつ。お疲れ様です。ね、まあ、俺曲書かないのって、かまってきて書いてどうすんだよ。かまってきてじゃなくなるだろう。それはお前書かないよ。なくてこいつにボツされるわけ。これかまってきゃいけないからダメ、死ねって言われるのか。いや、そんなことないと思うよ。え、真面目。いや、真面目には、真面目な話ですよ。モノくんが曲作っても、あ、そう、俺は別にそんなことはないと思うけどな。まあ、ゆくゆくはね、うん、いずれね、うん、俺はそんなつもりはないよ。やっぱお前が曲作るのがかまってきゃと思ってるからな。うん、そうだよ。そこはお前信じてんだよ、俺は。いや、優しいで言ってるわけじゃなくて、本当に。そりゃそうだよ。モノラルマン。いや、そりゃモノラルマン余裕があったらやるよ、そりゃ。やるやる。ハマってちゃんではやらないよって言われる。竹内さん、まだ全然、なんか、なんかね、インタビュアーみたいな感じで聞いていいっすよ。聞いて俺ら二人に。新生かまってちゃう。今の話聞きたかっただけやけど、なんか割と曲されたよ。チングはやっぱ長年やってきて、ね、やっぱこういう、なんか改めてっていうね、なんかね。え、あなた公開インタビュー、公開ね、竹内チングジャパン。あ、でも結構竹内チングロッキンジャパン、まあ、ロッキン竹内。聞きたいことあるんじゃあるんやろ、ね、うん、こういう機会しかないっすから ね、 ね、竹内さんもね。やっぱりみんなは、あ、でもそれは配信でやってるから、ね、あ、お題をくれって。お題をくれ。リスナーもみんな気になってるね。チングジャパン、ロッキン竹内2万人だろ。配信内だとまずい話。いや別にそういうわけじゃないし、キングさんはどっかで機会を狙ってるのかもしれない。ああ、まあでもね、別にまずい話は。あ、そうそう、ファジーレブル一つで。はい、ファジーレブル一つで。はい、お願いします。眠い、むすね、眠のバカ眠い。いや、まあ、平じゃねえから。いや、けど平さかね。俺ら土日の感覚だけど。そう、全然平さかね。いや、ありがたい話ですよ、こんな時間に集まってくれて。ね、ありがたいよね。チングさんが撮って、カマッチョ、いや、そりゃそうだろうな、もうチング以外にありえねえよ。うん、ニートで、まあ、ハチネーブル好き。あ、2回平日だよ、ね、ライブ見て、あ、ライブ見てきたら分かった。あ、おかえりなさい、今日はあとね。ありがとうございました。楽しい、平日。また広島行ったね。そうや、平日、そう、ハチネーブル。どこ2杯目、やっと2杯目だよ。僕2杯目、うん、はい。これ4杯目くらいだよね。キングリポーターお願いします。リポーター。キングさんは動画メインのカメラマンですか。です、ね、まあ一応ね、一応私もライブ帰り。ああ、お疲れ様です、ありがとうございます。いいライブ配信。みかん好きって意味かな。みかん好き。あ、始めるのにみかん入ってない。入ってない、桃。チリチリチリ。いいライブ配信だ、物がちっちゃい。仕事終わり、クラブと足ラーメンに行ってきた。ああ、ありがとうございます。ありがとう。ね、ありがとう。うん。かっこよかった？ありがとう。ありがとう。うん。もう
お客さん喜んでくれてよかったよ。チングのおすすめの映画は、映画の話、ファジーネーブとオレンジかと思った。あ、桃じゃないの。あ、オレンジ、まあ、なんでもいいや。うん、桃が使ってもいいのよかった。あ、はい、はい、うん、やっぱ新規は増えないとダメなんだよ。ということ、みんなノコに気使いすぎな。あ、俺やっぱ神だから、うん、殿様だから殿様だから。何頼んだの。え、何、いやいや、うん、お茶漬け頼む。お茶漬けは食べ終わってない。うん、お子さん、新規増えてるよね。あー、そう、ライブで。あ、いや、ライブとかは全然増えてると思うよ。ほら、友達、アラーさん、卒業活動。歯並びいいっすよ。はい、生のこさん、神々しかった。食べ終わってない。うん。じゃあ、チングに対するすごい質問もいいね。映画の、やっぱ映画の話とか、映画のコメントとか。なんか、自分のなんか、たまちゃんに見てもらったら。入れ替わってる。増えてんの、増えてるよ。うん。いろいろ聞けて嬉しい。うん、あー、聖子ちゃんからかばっちゃう、ありがとうございます。ライブ行ったとかありがとうございます。いろいろ聞いてる。チングさんのお話も聞きたい。 NG までライブ行った。あー、それはあの本当にシークレットサービスでしょ。なんか いくつか公表されてないから。あ、そうか、ありがとうございます。うん、いやいや、かばちゃんに影響を受けてデビューしてる時代やでって言うけど、みんな言ってくれないんだよね。でもいないってことなんだよ。かまっちゃんに影響を受けましたっていう若手バンド。あったら言う人いるじゃん。いねえじゃん。今んとこあんまりいないじゃん。いないよな。マジでいないんだよ。山崎君。え？山崎君。山崎君、だから あいつ曲作ってるんだっけ。いや、多分違うと思うな。な。うん。誰かいたような。俺は影響受けてるぞ、売れてないけど。おー、ありがとうな。いやいや、頑張れ頑張れ。かまっちゃんに影響受けたら本当なんかあるから。うん、やっぱだって伊沢山先生、進撃巨人の伊沢山先生とか、やっぱ誰でもいいけど、やっぱね、かまっちゃん好きな人は、影響受けてる人はやはりね、やっぱね、天才だから、才能あるから、個性があるから、個性が、まあまあまあ、そうかもね、うん、でそれは本当そう思う。うん、生き様影響を受けてる。アイドルも多いね、影響を受けてるね。アイドルも多いんだもんね、うん、ね、アイドルも確かにね。うん、アイドルなんかもね、なんかね、確かにね、それでもアイドル、売れてるアイドルとかもね、いるからね。かまってちゃんからって、かまってちゃんに ね、 ね、個性が、かまっちゃん好きなアイドル多いね。あ、そう、病んでるアイドル、伊沢先生、前月先生、アイドルいる、アイドルいるだろう。あ、ね、ビッシュ、あ、リンリンちゃん、リンリンちゃん、うん、バンドマン、アイドル、リンリンちゃんとか、あのさん、あのさん、あのちゃん、あのさん、残す崎山君、あのちゃん、あのさん、来たよ。あのちゃん好きだね。どうだろう、あのさん、もっと誰、新生母ちゃん、持ちたいに受けた、平手ゆりな、え、本当持ちたい、あー、平手ゆりな、ゆりやちゃんだね。そう、あの、そうそうそう、そうなの、そうそうそう、あ、すげーじゃん。うん、そうだよ。かまってちゃんに影響を受けた人はもうみんなね、売れてくん、うん、そう、売れてくの。平手ゆりなさんもそうですよ、急走、そう、平手さん、ま、うん、切なくなって泣きました。あーって、ネオグランチ、欅坂抱けるやつ、うん、抱けるかもな。 YouTuber もね、うん、ケチ、騙されんぞって何が、たまたんな、え、中川翔、うん、うん、そう、ヒゲダンもね、かまってちゃんに影響を受けてる。ヤンデル系は共通してるな。うん、ヤンデル系なのはね、うん、バンスター配信ってなかなか勇気いるね。ボロックスで叩かれて心折れそうということ。あ、
多分あのバンスター、うん、これバンドマンやったことある、ボロクソに叩かれて心折れそう。あー下手くそとかね、下手くそがとか、まあまあそんなもんめちゃくちゃあったよね俺ら。お前ツイキャスかなんかでやってるか知んねえけど、だからニコ生とかピアキャスとかもっとひどいぞお前さ、本当になあ本当にさ、今だったらが外事でしょ、俺だから池沼って言われたから、うん、俺ボーダーって言われたからボーダー、うん、ボーダー、いやモノクはもっとひどい言葉でね、ね、いやこれはちょっと言葉にするのはね、いやもっとひどいこと言われたからお前、言っていいよ言っていいよ、いやー俺、ね、これはひどい、ひどい、ちょっとひどすぎるか、なんで、うん、言えない、うんうん、お前が言ってるわけじゃないんだからいいじゃん、いやそうそう、そうだけど、うん、そうだけど、なんか、え、そう、俺全然平気だよ、まあ、障害者差別みたいな、あーそれはちょっと俺じゃなくてダメだね、そう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 、良くないね、うん、そういうことで物って言われてる、それは良くない、今だったら外事、俺外事って呼ばれてるよ、絶対に、うん、ヘッドカーターで、バンドはいまいちだ、だから、いやそれ は最新はけど、本当は最初はけど、本当そんなんだ、めちゃくちゃ言われたよ、めちゃめちゃ、うん、だって曲とかもだってさ、俺も新曲出すじゃん、例えば俺ピアキャスの時いくつになったらって曲あんじゃん、いくつになったら楽曲は褒められた、だからいくつになったらを PV 出した時俺の、そしたらお前もう本当終わったなってすげえさ、もう配信でさ、配信でもなめっちゃ言われてさ、お前は本当ね、あ、一気に才能なくなったなみたいな、すげえボロクソに言われたもんねボロクソに言われた、いくつになったらなんかもうだから普通の曲みたいになってみたいな、夕方のピアノで盛り上がった連中だから破壊がないっていうね、破壊がないって、まあまあだからね、いくつになったらとか、あと他にも言われたことあるよ、バンドいた時代の話やめて、別にいいじゃん、いい思い出だよ、バンドいた時代の話やめてって、バンドいた時代の話してねえだろカスおい、バンドいた時代の話じゃなくね、これピアキャスで時系列あんまあるよ、ニコ生怖い、ニコ生怖くなくなったわ、あ、本当にだってもう2日連中あったじゃん、あ、やったね、やったね、よく耐え抜いたね、だからそれもニコ生っていう仲だからいいの、あ、ピアキャスっていう仲だったからよかったの、あ、ピアキャスのね、例えばピアキャスとかニコ生のさ、なんかディスリコメントがツイキャスできたらもう旬でブロックするブロックっていう機能なかったからね、旬で NG ユーザーに、だからやっぱフィールドがあるんだよ、フィールドが、うん、確かに、そうそうそう、それは本当はあまあまあ、そう、あまあまあの中でいきなりなんかチクチクコメントが来るとなんかね、なんかうわってくる、でも本当そう、土壌がある、あるある、うん、ニコ動だよ、フィールドでモード変わるんだ、うん、あるある、いやそれ配信者みんなそうなんじゃないかな、うん、そうそうそう、言うても配信の先駆者だよね、アナソ君いいこと言ってくれよね、マジで僕らは配信の先駆者だから、いやいや、それぞれいいところ、ピアキャスなら耐えられるの、うん、ピアキャスのというフィールドいればね、チクチク、バイオニア、バイオニア、先駆者、バンド配信の元祖だね、許されてんのは横浜緑おっさんくらい、本当はね、ツイキャスは平和です、あれ、のごさんだ、平和の方ではあんのかね、まあ、平和っていうか、NG ユーザーぶっこんでるかじゃないのかな、それもあると思うよ、自然とね、うん、別に俺でもさ、他の配信者でもさ、すぐ NG ユーザーぶっ込めるから、ツイキャスって。そしたらコメント表示されないから、どんどん平和になるわな、そうそうそう、それはどんどん平和になるわな、平和になるわ、そう、駆逐してきたって話、この前全部解放したよ、一回したけど、まあ全員じゃないけど、そう、全員解放したわけじゃないけど、大体解放したんだけど、またもうどん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 繰り返しじゃないか、うん、どん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  NG をぶっ込んで、恐怖政治、そういうことか、うん、共有政治や、いやでもなんか、なんなんだろうね、気分にもよるけどね、ブロックされてる人は気づくのか、多分気づかないんじゃん、まあ読まれなかったってだけっていうふうに感じる、ね、そう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 、うん、コメ表示されないんだ、うん、いつぶっこんでんのって映画、あー、ぶっこんでるよ俺、さりげなく、うん、さりげなくぶっこんでるよ俺、うん、ブロックするんだ、しまくるしまくる、ツイッターもミュートしまくる、そう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 、良いアンチと悪いアンチがあるからね、それなんだよ、
良いアンチ、悪いアンチ、そうね、ずっと読まれない米を売ってるから、でもそれはそう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 、ね、無限地獄に行ってらっしゃいざまを見ろ。でも結構あの僕はこうやって正直に言ってるけど、みんなやってると思うよ、まあ、他の配信者、他の配信者もだからよく言うけどね、コメントでうなちゃんマンはあれ2500人 NG 差し、そんな言うの本当かよ、あれ面白すぎるな2500人 NG ユーザーって面白すぎる、ある意味すごいよね、そこまでいくとある意味、ある意味やっぱうなちゃんマンレジェンドって呼ばれてるぐらい、2500人って、まあ、これもすぐブロックする。いやでもさ、モノくん、俺ブロックしたことないね、やるだわんねん、まず。ああそう、うん、いやブロックする人はブロックするから、誰でもやるだわんねん、うん、そう、チングさんも NG ユーザーいますって、いやいるに決まってる、誰でもいるよ , 笑ったよ、この人笑ったよ誰でもいるよ。俺さ関係ねえんだけどさ、俺さいまだにあのた俺石川にブロックして、俺さ関係ねえんだけど、あの田村あつさんじゃん、 あいつにまでツイッターブロックされてんだよね、だ何もしてねえのに、俺何もしてないのにツイッターブロックされてんだよね、もう何なんだよ、ね、犯罪者用品としてもうブロックされてるんだよ、俺よく分かんないんだよね、なんかやられてるんだよ、田村あつし、あいつ何なんだろうな、なんかやられそうだからブロックされてる、そう、いまだに俺何もしてないよ、何もしてない、本当に何もしてないよ、何もしてねえのになんかさ、そうブロックされてる、やばそうだからブロックしとこうみたいな、やばそうじゃなくて何なんだろうな、リプ飛ばしたことあるけど、別にそういうのあつしさん好きそうじゃん、いやでもその内容によってあれなんじゃねえか、それきっかけわかんねえぞまあいや何でもいいや、まあまあまあいいや、ウィザーのリバースにあのフォローされてんじゃん、あ、僕ですか、僕そう、ウィザーのリバースクオモだっけにはフォローされてますよ、すごい、よくわかんねえけど、うん、そうそうそう、これすげえって言うけど俺あんまりウィザー撮ってないけど、ね、うん、すごい、イスカ写真が苦手だ、あーすごい、相方が今ちょっと大変、あ、りょうさんね、うん、あ、それは闇営業ね、闇営業だからもう最近上げ足取りはやっぱね、もうこれ朝も僕配信話したんだけど、ネット界はやっぱねすごい、やっぱ上げ足取りすごいですよね最近、もうあれ反応がない、あれ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 、僕どこに、僕はここどこなの、いや、お茶番からさ、何急に俺は黙って聞いてたじゃん、なんかただの屍のような、違う言ったり言ったり、なんだそれ、うん、お茶番からさ、あ、シャンディガフレ、今の何、いやいやいや、僕が、ね、返事がない、ただの屍のようなって感じ、別に聞きないで喋れやん、いや喋れやん、いや聞いたんだよ、あ、ボケてボケて最近だから、サカナクションでブロックされてない山口さんに、はい、おーちょばかやつだ、あのだから、うん、あの最近上げ足取りがさ、何かあったらそうそうそう、おーちょばかやつ、あ、今日のライブめっちゃかった、あいつだね、あのチングさんにもこれ聞きたい、ね、チングさんもやっぱインターネットさずっとさやっぱさ、はい、通ってるじゃないですか、おーちょばかやつさん、どこ大丈夫かって、山口さんいい人じゃん、あ、いや別にいい人だよ、うん、鳥みたいなんだ、あ、お茶番ありがとうございます、ライブ、ありがとうございます、ライブ楽しいです、はい、まあどうでもいいけど、あ、そう、上げ足取り取るじゃん、お疲れ様です、お茶番ありがとうございます、チングの、チングさんの最近遅いますよ、なんかすげえやっぱネット界はさ、どこでもさ、なんかさ、まあ、闇営業で、まあそれはさ、なんか反射とかかかってた、まあそれはさ、仕方ないとしてさ、他のこと、なんかもっと、はいはいはい、例えばなんだろうな、例えば なんだろう、お茶番ありがとうございます、なんだろうな、なんかすぐ炎上にも、はいはい、集団リンチ、はいはい、すぐツイッターとか集団リンチ、上げ足取って集団リンチなんかするみたいな、不倫とか、あ、いや不倫とか戦慄か、花野さん、うん、過去他人を叩いてストレス解消、あ、そういうことだよね、最近って、はい、ツイッター界隈は結構あるんじゃない、うん、なんかでもそういう熱も冷めやすさもある、え、そう、炎上警察みたいな苦手っつうか、あれでしょ、あの俗に言う正義マン、正義マン、正義マン、そうだな、そう、正義、お茶番ガーズは正義マン、なるほど、俺はこいつを何とかしてやったぜ、ねえ、そうそうそう、それはですね、バカが発言権を持ちすぎたんですよ、僕もそう思う、
ね、あ、いや本当にね、バカが、これは本当に思うよ。バカが、バカ、そうそう、インターネットがない時代はさ、そういうバカとかクレーマーとかさ、ね、そうそうそう、そう、そういうやつがさ、やっぱさ、クレーマーキスのやつとか、うん、そういうやつがさ、もうスピーカー持っちゃったからだと思うよ、ね。俺20代だから分かんないけど、昔のネタはそんなことなかったの。昔はなかったっすよね。なかったですね。なかったなかった。うん、なんね、あの BBS とかでも貴重なスペース失礼しますみたいな、あー、その礼節があったところはあった。はいはいはい。今はないっていうか、いい意味でも悪い意味で BBS 他にできますか、はい、自由な感じで言ってもらってもいいですか。はいはい、うん、まあ、ホームページっていうか発言簡単にできなかったなって思う。自分の SNS とかないし、アカウントがないから。そうですね、うん、だから、うん、ある程度敷居が高かったっていうのもある。まあ 今は全員コテハンですからね、にちゃんで言えば。うん、よくないよね。みんなストレス溜まってんだな。ストレス溜まってるっていうか、まあストレス溜まってるは溜まってるのもあるし、いや、やっぱ右習え、やっぱ同調圧力かけた、なんかやっぱ何なんだろうな、俺の右習えでいかないと自分もなんか間違ってるんじゃないかっていう感じもあるんじゃない。学校じゃん。いや、だから学校、学校だよこれ。俺は学校だと思ってるよ。学校だと思ってるよ、本当に。そう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 。だから自分も変なことを言ってしまったら、はぶられるんじゃねえかと。は、まあ、はぶられるっていうか、なんか集団心理みたいな、はい、なんつーか、うん、そういう感じなのかなって。怖い ね、自分のなんか意見とかもなんか言いづらい、言いづらい世の中だよね、今 ね、自分の思ったこと、まあ、ツイッターででもさ、なんでもね、思ったことなんてさ言っちゃったら、ほんとすぐなんかさね、まあ、炎上までいかなくてもさ、そうそうそう、まあ相互フォローしてる人が いれば、そういうの人たちになんかね、変な目でね、見られるのは見られちゃうのかなとかさ、めんどくさい、全然平気。いいねの多さが正義みたい、ツイッターのフォロワー数とかね。だからね、あれなくしちまえよ、いいねとかさ、いいねとツイッターのフォロワー数はマジで、あとこのリスナー数とか数字、あ、これはちょっとね、ほんとなくしまえ、くだらない、空気読みすぎる、少数派に厳しい。いや、みんなストレス溜まってるってのもあんのかな。おお、まあそれはあるんじゃねえかな、今の社会を考えるとな。何が、もう全然金がねえとか、そういったこととかもあるし、やっぱり弱者が弱者を叩くっていうね。そしたらもう物くん確実に参加してるじゃん。いや、俺そんなこと、でもそれで参加してないモノ君は、うん、嘘、参加して、参加して、してない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 っていうことはね、だから何も考えない人間もいるから。いやいやいや、それは心が清、清、清、清い証拠だよ。そうね、清いからね、心が清いからね、清いからね。世の中バカに合わせすぎなんだよな。いやー、なんかね、それはね、言いたいこと本当にわかる。もうなんかバカに合わせすぎとかね、僕にちゃんで悪口書いたりしたい。いや、本当俺もね、そう思うよ。世の中バカに合わせすぎとかさね、いや、それは俺も思ったりするよ、真面目に。なんかいろんな、まあこれ日本だけの話じゃないけど、世界なんだろうな、なんか、あ、あと男と女のあれもありますよね。男女差別、男女差別みたいな、なんかちょっとしたことでなんか、あの、なんだろう、なんか、なんだろうな、 LGBT とか、あ、なんかフェミニストとか、それ世界中でなんか MeToo 運動とか、俺あんま詳しくないけど、なんか2ちゃんで見たんだけど、そうそうそう、差別、いや差別っていうか、なんか、なんだろう、なんか、あ、フェミニストっていう人がさ騒ぐやつ、なんか女性の、あ、ヒカキンも叩かれてたよ。あ、そう、それで見たんだ。ヒカキンが、だからヒカキンがね、なんか、まあ、食事中ちょっと悪いんだけど、あのヒカキンが家でなんかね、部屋でさ、うんこしてもいいみたいな、うんこしてそのままね、外に出て飛び出そうってなんか言ったの。うん、その後はあの、妻、奥さんが拭いてくれるからとか。うん、あ、なるほど。まあ、それを言っただけ。なるほどね。ヒカキンは別に、ヒカキン自身は女をして、そう、一緒に見てる感じ。なるほど。そうそう。
でもそんなことさ、別にそんなんさ、実際するわけじゃないじゃん。異常者じゃないですか。いや、それは異常者だな。やったらね、本当にそんなやったらね、イカキがうんこを床にして、うん、拭いとけ拭いとけ。うん、フェミニストも悪い人ばかりではないよ。いや、だからそうそう、悪いだからバカの声が目立つんだよな、なんでもかんでも。うん、だから、なんでもかんでもバカの声が足引っ張るってことなんでしょ。どの団体とかわかんないけど、どの組織とか団体でも、なんかね、フェミニスト怖い。いや、怖いって言うけど、だからさっきのコメントある通り、そう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 、笑いにもできないの。うん、いや、ほんとそういうもんだと思うよ。うん、うんこちゃんは女性系しかと思いきや究極のフェミニストだった。笑いって難しいのに。フェミニストは怖くないよ。笑いは狂気もありますからね。うん、まあ、狂気と笑いは紙一重。クレームも同じだよね。いや、クレーマー体質はちょっと信じられないな、さすがに。ね、やっぱそれは昔からネットない時代からさ、やっぱいるもんなんだ。まあ、いる、ね、存在するっていうけど。余計こう目立ったわけでしょ、うん、嘘やネタを。いや、すいません。本当にでも本当にセクハラで苦しんでる人も、まあまあね、俺にはね、分かんないことかもしれないけど、確かにな。あ、そのね、なんかその女を下に見ないでってことでね、本当にね、あの息苦しいっていう感じっていうね。うん、だからそこまでは本当にね、確かにね、なんとも言えない、言えない、なんかね、うん、って言っちゃったらな、ね、みんなずっとイライラしてるの、ああ、世の中どのカテゴリーの狂気じみた人は、うん、クレームは嫌だ、みんな人間。でも男を下に見てる人もいるのにね。ああ、まあそう、まあまあそれもいる、まあ、いるでしょう、いる、まあいるでしょう、ね、でもそこは案外叩かれないんだよね。やっぱ女性主義者っていうのがやっぱ目立つんだよね。ああ、女の子には優しくしなさいと。まあでもまあそれはしょうがないよね。まあまあ、僕マジで下って何ですかって言うの。下は下だよ、上の反対だよ。俺はファジーネーブルなんだよ。守ってくれと騒げは最後と弱さを誇張してる気もするっていう、まあいろん、まあまあ、なんかまあいろんな意見あるよね。自分は二の次。まあでもそれ、そのなんかね、さっきのその男女の話じゃなくても、いろんなことがやっぱなんかそのね、なんかあるよね、揚げ足取りのからのね、なんかそうそうそう、なんかな、やっぱインターネットは俺はな、ね、なくなっちまえばいいんだよって俺はいつも言ってんだけどね、なくなったら真っ先に俺死ぬんだけどインターネットがなかったあのね、やっぱ25年前とかね、25年前とか2000年、あのね、1995年とか1990年とか、あの日にね、黒電話でね、電話してね、うん、もしもしって、もしもしってテレホンカードの時代に戻った方がいいんじゃねえかなって、うん、ポケベルでな、ポケベルガラケーまでか。いや、もうインターネットがない方が良かったよ。エロ動画除く、ポケベル自体もう便利になれたから、まあ無理なんだけど、ここは平成キッズばっかだぞ。ああ、こんなにがリスナー、ああ、ツイキャス、そうだね、確かに。いやー、まあなー、けど確かに俺さ、なんかさ、こんなこと言うとさ、すげえさ、あのさ、かまっちゃのべきはなくなるそう。いや、けど俺は本当にね、あの自分のさ、やっぱ表現とかやりたいこととかスタンスと言ったらさ、インターネットって本当によかったと思ってんだよ。そうね、そう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 、きっかけも全部そうだもんね。うん、いや、マジでインターネットでもそれを全部なくして考えたら、あのね、やっぱね、俺もやっぱさ、やっぱ竹内さんも俺もカイドウもさ、あのさ、あれ昔も経験したわけです、1995年とかさ、ね、あん時と今比べたら、やっぱあん時の方が幸せだったのかなみたいな、まあ、ある意味何も考えないね。だって知らない、相手の意見を渡ってさ、知らなかったわけじゃん。知らない方が良かったこともあるからね。知った方がいいこともあるんだろうけどさ、その世の中のことさ、なんかさ、なんか国でも何でもいい、不祥事でも何でもいいんだけどさ、
なんかね、そんなことない、怒りはなくなるよって。うん、わかんない、これは俺が老害だから、老害の考えなのかな。ね、どう、まあ、どう思う、どう思いますか。いや、わかるよ、すげえわかんないけど、でもなんか、うん、でも今がね、やっぱあるのはね、こうやってできる、コミュニケーション自体がね、なんだかんだやっぱ便利だから、ツイキャスとかもこういう風にコミュニケーション、新しいコミュニケーションの取り方やっぱこれの良さもあるもんね、やっぱね。まあまあ、そういいとこ悪いとこがあるっていうのは俺もわかるけどね。いや、なんか全体的に幸福度みたいなもの、だからそうそう、幸福度みたいなもので考えたら、やっぱ昔の方が90年代のなんかわかんない、なんか思い出、個性もあんのかな。便利になりすぎたらダメなんだなって思う。あ、便利になりすぎたらダメなの、怠けちゃう人間。まあまあまあ、これは昔より言葉が軽くなった気がする。ああ、まあね、確かにね、そういうのもね、うん、昔のは純粋っぽい。いや、そんなことないよ、心の中でみんな溜めてるわけだからね。それは俺も違うと思うな、うん、昭和の方が事件が多い。そうですよね、うん、結局吐き出し口がなくて事件沙汰になるっていうね、うん、パターンもあるわけですからね、うん、お金を払ってない人の話はきちんと聞かないけど、お金を払ってない人の話はきちんと聞かないけど、お金を払って見に来てる人の意見は聞くって誰かが言ってた。うん、ちょっと止めてやったけど、世の中お金ってこと？ちょっと、あ、すいません、バカ二人で。思い出補正では、やっぱ思い出補正なんかな。だからまあ若い子からしたらもう当たり前だから、ね、こんなことで何言ってんのって言われちゃうってこと。うん、それは音楽とかもね。まあ、生まれる時はあると思う。はぁ、みたいな。今最高じゃんみたいな。なんでバラバラ言ってんのみたいな。閉鎖感が出た気がする。ね。皮肉な話だよな、インターネットで広がって閉鎖感が出た気がするってそれが本当かどうか分かんないけど、おやすみなさい。閉鎖感が出たって、まあまあ、なんか、まあ、閉鎖感が出たって確かにな。だって常に監視されてるようなもんだからね。要するにさ、今あったツイッターとかさ、まあ10代だったら10代でも何でもいいけどさ、ツイッターお互いやっぱフォローし合うんでしょ、友達同士ね、うん、なんかさ、挨拶してさ、あ、じゃあ新人社員のね、あの残し島です、フォローしといてよみたいなね、やり取りあるんでしょ、常になんか監視されてるみたいな、そういった意味で閉鎖感があるっていうのはなんかあるかもね。なんかな、LINEグループとかな。いや、そうやったらこれ、だから何回も言うけど、学生時代にほんとなくてよかった。ツイッターとか、ツイッターとか、マジでやばい。ツイッターとか LINE とか、俺がね、ガキの頃になくて、本当にやばいと思う。ね、10代の子とか大変だろうなと思う。うん、ちょっとごめんね、絶賛ね、お前ね、あの10代のね、リアルタイムでね、あの小中高大学生のね、みんなね、はぶられてる、ね、LINE 一面とかごめんな。いやけど頑張れ俺がいるぞネットのね。いやでも、いや今の子やばいよな。いや、これは本当思う。グループラインで既読だけついて何も自分に触れてくれないとか多分あるわけだもんね。あるでしょうね。俺の話はみたいなね。まあまあまあ、そう既読だけね、なんかついてね、既読するってやつでしょ、特に言う。ほんとやでしょ、それ同じ部活でそのグループラインに入ってないとか。そうですね、グループに所属してんのにハブられてるの。 LINE いじめは学校辞めちゃう、グループで発言しない、ショートメール、逃げ場がないね。そう、逃げ場がないよな、本当にさ。 LINE グループ大会するわけにもいかないし ね、 できないね。大会したら大会したらさ、やっぱさ、とで翌日投稿したら陰口されるからな。本当やだよ、それは。こんな便利なものになんでそんな風になるんだろうって思うね。だからやっぱ進化ね、いい面、インターネットはいい面も進化したけど、悪い面も進化したってことですよね。既読未読、スマホはタバ、のこさんがメンバーがぐちぐち言うのも同じことだよ。臭いと思ってた。のこさんがメンバー、俺がメンバーの愛し、俺の愛し、あ、ぐちぐち言うのも同じこと。そこはリアルやネットでも、俺結構ぐちぐちじゃあもう言わねえわ。いいだろ。もうあのお前の話とか千葉木のもう NG ワードにするわ、うん、NG ワードにする俺の配信。もうそれでいいよ。そうすればだってこいつらからしてくんだもん。俺自分からしないよ。そんな話題を振られて上がっちゃうんでしょ、うん、NG ワードにするわ。そうそうそう、配信
することでなんかメンバーとコミュニケーションを取ってる感じってあるよね、うん、そうですね、うん、だから配信がついてることによってお互い本音で話せるっていう時もありますからね、そう本当に2人きりだと話さないです、そうそう、だから配信があってよかったねっていう時もあるからね、うん、逆にね、まあね、今の子は悟られてやってやなさそう、これあるからね、まあね、確かにね、だから悪いことばっかりないのは事実だって、うん、それは本当そうだよ、うん、配信外だと口も聞かないからな、だからそういうのもあるし、配信外だと、ああ、配信外だと口も聞かない、そんなことないんだけど、だから配信やってることによって言えたこともあるとかってあったりする、ああ、そう、その俺らの話、俺らの話、当たり前じゃん、お前らいないと話せないんだから、いや、モノくんは話せるよ千葉銀と見、うん、千葉銀なんて全く話せんのよ、でもね、まあまあだいぶ話せるようになったと思うけどね、いや、違う、そんなことない、そんなことない、うん、いや、だね、何の話ですかって、ネット、インターネットの話だよ、インターネットの話だよ、そう思い込んでない、本当に使われてる、おい、何事も良い面と悪い面がある、そりゃそうや、配信様様やって、だから昔から言ってんじゃん、お前らがいることによってメンバーみんなね話せるっていうっていうのもある、ね、そうやっぱり ぶっ込んでくるリスナーがいることによっていい方向に行くこともあるからね、なるほどね、つなぎもよく見てると行かれてるよな、わかんないけど、まあメンバー全員行かれてるよ、もうそれ言ってでしょ、うん梅シロップで買って飲むよ、まあ、リスナーが、ね、醤油油ウィルコ、ね、それはこんばんは、こんばんは、仲介できて何よ、いやけどこれは昔から言ってんじゃん、普段何も話さないよ、いやこいつとは話すよ、だからそれは言ってんじゃん前から、うん、行かれたメンバーを紹介するんで俺が行かれてる、そうかもな、俺が一番行かれてるかもしれないな、一致で十分、何が善悪か、うん、ね、どうして話さないんですか、どうして話さないんですかって言うの、コミショウだな、コミショウだからかな、うん、俺は本当にいい性格どうかな、みんな裏表あるぜ俺には狂気を感じるスーパーまだ合わない、うるせえよ、ね、何が分かんない、リアルでしか分からないこともあるんだよ、インターネット上で会話してることが全てだと思うなよ、まあそりゃそうだね、うん、それはある、そうだよ、うん、それはあるね、そうそう、インターネットが全てだと思う人間がいるのも良くないよ、今の世の中ここでこうやって配信してる姿が全てだと思うなよ、お前いろいろあんだぞ、お子さんってめっちゃ礼儀正しいよ、まあそうね、確かにね、なんだかんだ一番ね、なんて言うんだろう、最近俺も思ったんだけど、なんていうの、まあこんなことね、お前の目の前にしてるのもなんだけど、初めてこう知り合った人に対しての礼儀は本当にすごい、この人は、俺全然喋れないからね、やっぱりどうもよろしくお願いしますって言った後に何を話すかって言うと話すことないわけ、でもなんかこいつは意外と知識を知ってるから、こういうライブとか見ましたけど結構良かったっすよねとかって話を広げるよね、まだ仕事だもん、仕事だけどさ、仕事だけどなかなか言えないんだよ、別に俺だと心込めてない、いやいや、そんなこと言うんだよ、いや、それ相手に、いや、そうかもしんないけど、いやでも結構ね、俺そこすげえなって思う、うん、俺は結構、あ、よろしくお願いしますって上辺だけ言っちゃうって、それで、なんかもうそれ以上話ないから、ネタがね、だから、あ、って話しちゃうんだけど、あー、まあこ、なんかね、それはもうね、そうそういうのある、コミュ力が高いから意外とね、高いんですよね、コミュ力めっちゃ高いさすが、うん、俺も頑張れ、いや、俺だってコミュ障だよ、仲良くなった人には、こう、あれだけど社交性俺超すごいよ、それは見ててわかるよね、わかるわかる、それはね、わかる俺ほんとすごいよね、それはすごいね、そこはね、ちょっと尊敬したいね、なのにメンバーとは話さないの、仕事じゃねえじゃんだからある意味それがすってことでしょ、ある意味それがすってことでしょ、うん
俺は分かってない、なんそれ。俺はナンパで来たいよ。そういう問題、うん、そうね、ナンパで来たいよって、まあ、なんかそういう仕事じゃん。確かに喋るの、そうだから、そうだ、それそれ。本番中、俺なんか悪いことしたか、ね、ああ、なんかさっきの話か。ああ、戻る。俺なんか悪いことしたっていうのは多分俺しか言えない、言えないな、これ確かに。俺だってぶっこむもん。明らかにこれは、ああ、みんな心を閉ざしてるなーっていう空間バリバリしたけど、そういうのぶっこむもん。それはぶっ込む。ぶっ込んで別に崩壊したしようが別にそんな構わん。後先はそこは構わん。いつまで飲んでんだよ。あ、さっきの楽屋ね、きっかけね。あ、なるほどね。はいはい、確かに。いや、でもまあ確かにね、きっかけを作ったね、お前ね。いや、まあ、でもそうなんですよ。そう、それはまあさ、録画見ろよバカ野郎、残ってんだからさ、うん、なんかもう生き生き残らへんはさ、俺だけだってしょうがねえんだって、思ってしまったことなんだから、あ、次を考えなきゃしょうがねえんだ、次をね、うん、結果良かったしって、まあまあ結果って またなるかもしれないけどね。とりあえず今日の結果は良かったでしょ、うん、まあまあそうそうそう、またなる可能性なんか全然あるからね。これはもう今日みたいな、うん、全然ある、うん、そんなこれからいっぱいあるよ、頑張れ、うん、そうそうそう、生き物だし、まあね、100点満点、うん、君はそういうなら100点だよ、いろいろあるさ、そうね、そうそう、いろいろ、その時はその時で泣くかと思って見てた。泣くわけねえだろ、あんなんで。居酒屋の雰囲気いいよね、すごい。メンバーでこの試合あると思うよ、全然、うん、他のバンドさんね、とかは絶対あると思う、俺らはそういうことしないよ、うん、キングさんがベースに就任すればやってんだな、まあ、だから、ね、暴れ出すか。それは、まあ、ね、まあまあ、いや、別にそんなの、まあ、え、疲れてイライラしたのって誰か、俺ら、イライラしてない、別に疲れてじゃない、ないでしょ、疲れてイライラしたってことじゃないでしょ。リーダーはどんな新メンバーがいい？俺がなんか、あの、思い通りにいかなかったでしょ、理想とするもの、ああ、なるほどね、バンドとしての。美佐子さんが心配、この足やめるんじゃなかった、え、別にどんどんしてってもいいよ、美佐子さんの娘って可愛くて心が痛くて、女の子にバカなくて、はい、その人って難しいよ、彼と思ってきたことだから、そうだよ、美佐子さんの唇大丈夫、知らない、わかんない、大丈夫なんだよ、唇、なんか唇切ったらしい、新、あ、美佐子さんなんかね、うん、新メンバー女子がいい、あ、まあ女入れても別にいいけど、まあコーラスとかね、新メンバー入れるって、まあまあまあオーディションはするよ、うん、出禁になりたくないからステージには行けんかったわ、あ、そういうのもあったのか、出禁とかあるんだ、分からん、そう、じゃあ俺勝手なこと言ったんだ。じゃあ今日上がった人出禁になったりしてんの？してないじゃん、大丈夫だよね、会場に呼ぶんじゃないの、会場に呼ぶと思う、女か、ステージ上がった人最後どうなったの、いつの間にかいなかったけど、うん、それ俺分かんなかったけど、
場所によりは大丈夫じゃないだと思うよ。出禁は辛い。上がった後来ます。いや別に出禁にはなんないでしょあんなの。思うけどね。うん、場合によっては出禁な。それはめちゃめちゃやったら出禁になるやつだ。当たり前じゃん。めちゃくちゃ やりだしたらそれはね、ドラムセット破壊したりとか機材破壊したりとか。めちゃくちゃだ。うん、でもそういうのはさ普通に、うん、のこさん責任取ってくれなと取るわけないじゃん。うん、何取んないといけない。今日はのこさんが煽ってた、うん、煽ったってか別に単純に盛り上げようとしてねえ、あ、取るよって無責任アンチで腐ってる。破壊はダメ。新メンバー何人になるんですか。1人しか入んねんだから4人で。1人変わんねえよ。器用なアンチいたよね。どこに。今日会場にいた。いや会あれアンチじゃねえだろ彼は。あれがアンチって俺となんかなんかやり取りした人っしょ。だから俺がなんかステージはあーなんかお前らわーって俺がなんか最後行った時になんか立って見てて悪いのかとかなんかそういったこと言ったやつ、あれアンチなわけねえだろ。あれあんな熱かったよな普通に。何がアンチやあれ。すごいね。あれヤジじゃねえだろ別に特に。しかも俺あの時だから言われてさあ、確かにそう確かにってなって確かにそうだな。冷静だな。でも俺もさあの人暗記俺もなんかテンション上がってるからさ、はい、もうわけわかんないこと言ってたよね。なんかそうわけわかんないこと言ってた。とりあえず激しい返しをしてる、うん、お前が正しいって。いやいや言ってない言ってなかったんだけどなんかもう俺もテンション上がってなんか適当にごまかしてた。私の隣にいたから確かにってそう、あの後の笑顔良かった、うん、見られてんね。あれがアンチな。あれがアンチってどういったことだよ。なあ、あれは普通純粋なファンだろ。ああ、それでもいいよね。そうそれでもよかった。それでもいい。何がどうでもいいよ。どうでもいいよな、もう。それがお前のロックだから正しいって言ってる。いやもう、過ぎたことはどうでもいいよ。これからもいっぱいあるよな、もう。もう過ぎたことはどうでもいい。どうでもいい。お客さんに対してあれは愛でした。そう、俺がむしろ戸惑ってた。分かった。確かに。俺戸惑った。あの時戸惑って、本当、お、確かにって言うよ、もう。戸惑ってた。そんなアングル面白すぎた。そんなことライブであるかって思うの。なんかあらゆるバンドのライブでさ、なんかお客さんと漫画歩いたって。まあまあ、僕ら結構近いですよね、お客さんとね。いや、そんなのすごいなって思う。近くしてんの。赤坂のライブで。あ、お客さん上がってきた時だ。ダイエット飲んでんのチング、はい、なかなか超はおとなしい人を言うやつ、ね、でもなあ、まあまあだから今日は今日でなんかね最後ああいう感じでやったけど、うん、まあまあまあ、うん、だからなんか久々もあるし、まああれって結構やっぱ一か八かなんだよね、ああいうアドリブのって。昔からだけどさ、一か八かだからまたいっぱい失敗するよ。失敗マジでいっぱいする。これからも落ちまくらざす。うん、だから俺また怒られると思う。いっぱい下着ねえじゃん、うん、驚きマジ真面目に驚き。うん、一か八かみたいなごまんしょ。うん、だって別にだってアドリブだもん。台本なんかねえの。そうそうそう、だって流れでやってるわけ。流れで一か八かね。俺は別にそんなそこまで失敗だと思ってない。俺個人はバンドとしては失敗だったってことでしょ。ライブまあまあだからいろんな考え方があるから、そうそうそう、毎回違う。私怒る千葉銀もいなくなるんだね。何が。別に千葉銀いなくなっても別の人が怒るかもしれないし、美佐子さんでもさ、カイドでも。最後の即興良かった。最後の即興、まあいろんな意見あるって。そんなもん、でもそんないろんな意見あっても俺知ったことじゃねえもん。うん、はっきり言って、うん、なんかこれは真面目に、うん、これがひねくれてるとか甘の邪気とかじゃない。
俺の中では何言われてもいいけど、うん、それだったら俺新生母ちゃんやめるもんって話になるな。うん、青馬街道も刺激的だったよ。まあまあそう、まあまあそうそう、まあいろんな意見ありますけど、そうね、やめないでとか、すべて先とか、まあ、うん、いいライブだったよ。両方の意見があって一般的なライブってアドリブ風なセリフも全部台本って本当なの？いや台本っていうかちゃんと打ち合わせしてるっしょみんな。うん、のこさんの背中をガンガン押す人がいい、ガンガン押されたら困るんだけど、うん、新生母ちゃん一回 やめたらって、やめたら一人でやんの、やんない、俺新生母ちゃんやめることなんか考えてねえや。考えてるわけねえじゃん、会おうか、考えたことねえよ。払えた、そう、反省よ、うん、でもだから別に人生だもんねとか、よかったやめなくてとか言うけど、いや別にいつさバンドは解散とかさ、でモノ君もいや別にさ喧嘩でもさ、美佐子さんでもさ喧嘩じゃなくてもさ、あのね、お前もなんかね子供ができたのかなんか分かんないけど、そうやって千葉君と同じとかなんかいろんな理由あるじゃん。まあね、それでさやめるやめないとかもさあると思うしさ、ね、解散とか脱退とかはこれからもね分かんないよ、そんなもんは分かんないよ、年食ってくる上でね、そう、何があるかは分かんない、うん、一人になっても新生かもしれない、その時その時っしょ、うん、その時その時、うん、どんどんしたら新メンバーいるよ、どんどんその時その時、うん、そう、一寸先は闇、何の居酒屋、オリンピックやる、うん、芝木はなんでやめんだっけ、もうなんかもういっぱい来んのこれ、もう何回もやめんだもん、ね、なんかもう1600回ぐらい喋ったよな、なんだっけ、芝木は子供ができたからやめます、はい、以上、そうね、子供2人目できたから、以上、はい、以上、あいつはそれだけ、うん、2人目が2人育てるにはもう金が回んねえんだよ。ちゃんと答えてくれるの好き、もう面倒くさいんだよ答えるのバカ、二人とも目が、それはお前疲れてどんだからお前酔っ払うわ、それは俺も勝手に酔っ払った、千葉木も大変だなって、千葉木はなんで脱退するか、何言ってんのお前、千葉木は脱退するから脱退するんです、はい、以上、ね、もうちょっと年俸プラスだよ、それはお前ライブやってんのこっちからバカ、本当に青みたいに踊って青みたいに鍵盤弾いて青みたいにギター弾いて、この人青みたいに歌ってそれ疲れるわ、しかも疲れんじゃん、あやってみろバカ、ね、大変だぞ、ね、踊りよかった、千葉銀が産んだんじゃなくて嫁さんが産んだ、君はね、バカ、凛ちゃんお疲れさ、ありがとうございました、ね、僕はちょっと黙ってて、はいはい、ね、はい、生活2人とも酔いが顔に出ない、ね、いや俺チューブ出てるけど、まあ明かりのせいで見えるね、もう何、もう開きなお前、え、いや、まあまあまあいいや、見なきゃじゃないけど、別に、あ、まあまあ一回ここは出るって感じですよ、あ、何もあったいや、わかんない、え、はしごする、はしねえよ、はしご、はしまだ時間的にあと30分でラストオーダーって感じ、千葉銀の人生だから攻めない、攻めてねえよ、別に、あ、ちょっとお前か、うん、攻めてやんないでね、俺のコミに対する返答好き、バカじゃないの、適当に答えてだけだよ、適当だよ、真面目に答えてる人間の方がまあマシだよ、お寺配信わかんない、俺一人でやってもいいかも、面白いお寺配信、あ、いや俺別にコマホテル行くよ、ホテル行くか、お前とこ行ったら頭で借りてたからな、え、お前寝ていいよ、俺一人やあ、俺は俺の部屋行ってね、え、あ、俺は俺の部屋、お前の部屋で寝るわけにいかんと、当たり前だろ1分半がラストオーダー、ああそう、1分半じゃない、1時半だ、あ、1時半もうラストオーダーだよ、よいしょ、ああ、負け、同じ部屋じゃないよ、朝まで別にやったっていいよ、俺はね、運転するわけじゃないから俺、うん、まだいける、もっと稼いで千葉銀後悔させようぜ、いや別にそういうこと、別にそういう、まあまあ稼ぎたいけど、それはさせたい、したいよな、
別に千葉県別にいてもかあいつ稼げたのに言いたいことはいろいろある。アシカ千葉売れたら戻ってくる。俺マジぶん殴るよ。それマジそんなことするわけねえだろそんなことするわけねえだろ。いや俺ぶん殴るよ。いや違う、お前はぶん殴るだろうけど千葉銀がそんなことするわけねえだろ。ああ、そういうことね。マジでそれは本当だよ。いやいや、モノクは自分の決めたことに覚悟持てよ。武闘派だね。いやいや、自分の決めたことに覚悟持てよ。おやすみなさい、モノクン、オコ。いや、そこは本当にそう、マジで。ちょっと自分で辞めるって言って、まあけど優しいよな。いやいやいや、優しいよ。わかんないけど、俺とかそういうのないもん。マジでふざけんなと思う。うん、それは本当にそう。そう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 、千葉に戻れない、戻れないよ、当たり前じゃん、うん、あいつはちゃんと子供を守っていくっていう世界に行くって決めた男なんだ。それはもうそこちゃんとやんなきゃいけない。そうだよ、優しい、優しいよ。あ、完璧。優しさがある男で、直接で言ったれ。いやだって戻らないと思うもん。今僕も言う通り、モノ君は愛があるよ。ねえ、ねえ、ねえ、俺はサイコパスだよ。なんで。いやいや、お前はけどね、本当愛がある、愛がある。いやそれはね、モノ君はけど愛ある。実際別に千葉銀だけじゃなくて、俺はやっぱサイコパスな、お前。なんだ。うん、いや単純に俺腹立つからね、ぶん殴る。うん、普通に俺辞めるわ、稼げねえから辞めるわって辞めたやつがさ、売れたら戻ってくんだぜ、ふざけんなってなるだろ。俺売れたら戻ってくんのかよって。実際あれだよ、自分の力でガッて、自分の力で、まあ、4人の力だけどさ、それで登んならいいけどさ、トラウマひどいだろ。それはひどい、ひどい。人間としては最低だよ、それは。売れたら戻ってくる。サイコパスだろ。いや、なんか魔物くん。うん、うん、うん。トラウマくん、トラウマくん。あなたはサイコパスだろ。いや、サイコパスじゃないっしょ。まあ、サイコパスじゃないっしょ、別に俺。自分で言ったんだから。うん、俺は熱血サイコパスの意味は分かんない。どういうことだよ。まあ何だっていいよ、こんなもんさ。レッテルなんて、レッテルなんか何だっていいよ、サイコパスでも ね、まあ、ね、最終的にはね、優しい人でもさ、うん、天才でも何でもいいよ俺。でなんなんないなんだって、そんなの見たまんまが全て。見たまんまとか、自分でそう思ったことない。俺の場合は 曲聞いたまんまとかさ、作品にしてんだから。だよな。あ、生きてりゃいいよ。どうだよ、生きてりゃなんとかなんだよ。結局のところ、そう、ナンセンス。おたはニュータイプ。いいこと言う。知らんけど。いつかのお子さんが死にたくないような曲書きます。あ、よろしくお願いしますけど、マジでそういう作品、マジで。なるほど。うん、いや今日そういう作品本当待ってる、真面目に。うん、尖ってるね、いいね、最高だって。なんだっていう、真のパンクバンドなのよね、かまってちゃん。だってさ、パンクかい、俺小野くんけどパンクだよ。俺パンクか。所持金300円しかないんだから。あ、そうそうだね。ねえ、平たく言えばバカだからね。うん、計画性がないだけだからね。ロックだよ、ロック、ロック。いい、うん、いや一番ロックだと思うよ、このメンバーの中で明らかに。まあ、パンクっていうかロックだ。無駄に似てるな、うるせえよ。ロック異常者じゃないですか。ありがとうございます。一番パンク、パンクは俺じゃない。パンクは俺とかミサゴさんでしょ。あー、なるほどね、うん、俺はロック、モノクはロックロックっぽさ、顔岩っぽいしね。あー、サンキュー、うん、スペルがちげえけどな。知らん、じゃあまあカテゴライズなんか、パンクって何わかんない、もうどうでもいいやうん、どうでもいいや、ね、
内田優也、美佐子さんパンク、美佐子さんパンクだね、目が詰まってる、そうね。いや俺今もうあの酔い冷めてるよ。おいちょっとリズムがおかしいよ、俺今超酔っ払ってる。あ本当？そうだよ、なんか俺さっき酔っ払ったけども酔い冷めた。お前と飲むと全然こうリズムが合わないな、いやお前がウイスキーさ勧めたから、まあ、そっから酒強くなった俺。いやいや酒強く俺のが飲んでるかな酒強くなった俺、早いな冷めるの、酒強くなった。お前おい、俺ちゃんぽんまあしたからね、カイドは水飲め、俺帰っても飲めよ、ホテル帰ってもマジでぶっ倒れば飲む。いやいや、体勢がついた、体勢がついた、残さん一番酒っていい、や俺だね、俺だね、残には負けないね、酒の強さはメンバーではない。チングチングチング、もうカメラ回してる今。キングさんが一番強いんだよね、浮いた、シングチングどっち、これの頼めますか、まだ出ますよ、あ、うん、まだラストオーダーまでまだある。キングダウン強いんですか、うん、かなり強いらしい、強い、あんま酔わない、酒相撲をする気じゃないね、うん、キングダウン強い、酒相撲さん酔うと思うな、いや酔いたい、あんまり本当に酔ったことないです。いやまあちょっと気分良くなるぐらい。お待たせしました、シャンディガフレください、シャンディガフレ、はい、かしこまりました。焼きおにぎり、はい、キムさん何杯目、はい、何杯目ですか、5杯目、あ、俺と同じぐらいだ、モノ君記憶なくさない、なくさない、記憶はなくさない、なくさない、荒れるけど、たまに荒れるけど、チングさんを、るって言われるから、チングさんをチンゲって間違えて打ち間違えました、すいません。いや、いいよチングって呼び始めたのチワギンだから。ああ、呼び始めたきっかけは、ああそうなんだ、それ初めて聞いた俺、竹内チングってなったけど、それはチングって言ったのはチワギンが始めた。ああ、ね、そう、あ、そうなんだ、へ、うん、チワギンなんだ、そうらしいよ、フレーズセンサーで、これは知らん、ナイスナイスかわからない、ナイスかわからない、どうでもいいけどまあでもなんか強い人はシャンディガフの前、ヒロインってゆったり配信、まあちょっとゆったりになっちゃったよね、俺酔っ払ってたね、うん、全然まだ飲むけど、多分これ以上飲むと多分あの帰れなくなる。いや眠くないよ俺、酔いも覚めてるし全然、うん、眠くない眠くない、なんかそうだね、もう俺ずっとこれ持ってるからさ、なんかどっかやっぱ置ける場所が、置ける場所、やっぱ置ける場所がねあればね、2人の、あ、2人アングルこうやって、2人アングルなんて腐るでやってくれんの、えこの2人アングルなんて腐るでやってくれんの、いいじゃん、いいじゃん、なんか嫌なの、嫌じゃない、嫌じゃないよ、朝までコースで全然いいよ、あ、そう、痛い、運転する感じだったんだよ、俺は、あ、いやいや、お前は全然寝ていい、あ、俺も運転できたら、それは寝るけど、運転できないから、うん、まあ、お前は来年だね、別に、お前と一緒に、だからさ、運転、モノ君と運転した、俺運転した、全然大丈夫だった、行ってやってよ、大丈夫だったよ全然うまかったよ、で、うん、全然大丈夫、うん、これは本当に真面目に、お待たせしました、ね、で、この人ね、やっぱね、なんだかんだちゃんときっちりこう、なんか緊張感ある出す人だから全然大丈夫だって、マジで、うん、本当に全然大丈夫で、あのね、この人普段 K 運転してるから、俺もね、K の怖さ知ってるから、絶対お前これ人が絶対楽だよって言って運転させたら、あ、本当に楽だわって言ってね、安定感の重みがあるからね、うん、K の方が怖いんだぜ、うん、本当に K の方が絶対怖い、うん、でも本当に運転全然できるよ、できたんですよ、千葉銀が俺の運転で死にたくないっていう、ね、いや、まあ、相手もね一般道かなっていう話はしてたけど、でもまあ昨日もね、やっぱなんだかんだ俺が運転するって言ったら、
本当にいいとか言ってたけどね、ちょっと嫌がって、じゃあ俺よ、調子に行くわ、ね、あっすやっさい、なんだね、あっすやっさい、あ、おやすみなさい、お前に言ってねえよ、ちょちょちょ、俺ここで寝通すんだよ迷惑客だ、疑心暗鬼、今は死ぬわけにいかないだろ、そうだな、俺は死ぬと思ってなかったよ、この死ぬと思ったら、まあ自分の運転が安心するっていうタイプだと思うよ、あの人それはあると思う、たくさん乗って慣れよな、たくさん乗んないと意味ねえ、慣れねえ、意味ない、たくさん乗らないと意味ない、だって普段運転してるわけですよ、うんうん、そうね、そういう人いる、まあそういう人いっぱいいると思うよ、練習しよう、人が運転する車乗れないって人いる、千葉から福岡は長かったね、長かった、まあ、長かったね、あちょっときつかったね、うん、結構影響するね、ケア小回り聞いてね、いいんだね、久保さんのフロント MC 良かったね、あーね、あれ良かったよね、フラッシュアイデアで行ったら、うん、やって良かった、何時間、16時間ぐらい鬱陶しい、でしかもね、俺も昨日運転しなかったんだけど、運転すると休憩を考えなくなるんだよね、そう、行っちまうとこまで行っちゃおうみたいなそう、だからね、休憩しなくて悪かったね、全然知らなかった、それ事故る原因、休憩大事、いやでも俺は全然平気だった、むしろ休憩しちゃダメになりそうと思って、歌いながら俺ずっと言ってた、電気グループ歌いながら、そういう休憩、だからそういう休憩はだから、だから言ってくれるかね、休憩取る、まあ、俺も助手席とかはね、だからまあ席順も変わるからね、変わる変わる、うん、来年はね、変わるよ、まあ、俺もドライブ配信やるだろうし、変わるだろうね、インクルーム好き、竹内さんは普段運転されるんですか、しないんですよ、免許持ってる、あ、免許持ってるんですね、あ、都内住んでるってしないですもんね、うん、なんかしてもらうことが攻撃、申し訳ないことに、そういう現場とかもそうです、まあまあ、いやでも深夜の頃こういうのあるペーパーなんペーパー闇闇もの人ペーパー、する機会ないよね、なかなかしょうがないよ、サングラスで小袋になるとありがとう、私もペーパーです、都内行ったら電車あるしね、電車の方が楽だもん、運転しない時間あると怖いよね、まあ、そうね、ペーパーでゴールド、いいじゃん、ね、ゴールド、俺だってペーパーでゴールド、僕は今ゲーム入り頑張って、うん、グラフィックが後で言うよ、後でってか、また自分で配信する、ラストオーダーが近いよ、あ、そっか、1時半、うん、そうだね、まあまあ全然、お子さんうまそうに食べますね、うまそうに、あ、うまそうに、いや、まあまあスパ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 、考え事をしながらこうやってスパスパしながらずっと吸ってだけで、うん、いや、コメント見てるよ、コメント見てる、私もゴールド、ゴールド、ペーパーゴールドって言うけど、そんなもんね、あれだよ、宇都宮誰瀬取り、わからん、はい、気持ち分かるよ、行けば分かるさ、迷わず行ける、免許180、免停180ですね、ゴールド、免停がマルボロゴールド、マルボロですね、ゴールドだけにゴールド、すごい、いや結構コメントよ読むじゃん今日、今、あ、そう、うん、すごいじゃん、ちょっと調子いいのかな、バーって調子いいの宇都宮行きます、ありがとう、釜山楽しみ、あ、違う、これ
郡山か、郡山楽しみ。なんて言ったの、プサン、プサン褒められたね、まあ、珍しいね、こいつの褒められるの珍しい。ボボさん、ウイスキー飲まなくなった。いや、飲むよ、眠れない時、家でどうしても。韓国、屋外やん、すいません、間違えた。プサンでライブ。俺コメントよ、うん、珍しく読むでしょ。うん、珍しい。よ、読んでる人いたら読まないけど、僕がいつも読んでる。ああ、そう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 、いいや読まないけど、うん、今日は寝れそう。あ、いや全然わからん、寝なくてもいい。ゲーム配信でコミュニケーション鍛えられた。あ、それはあるね。なるほど、それはある。後ろの人書いた。また来ます。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。ごめん、ごめんって言うのよ。宇都宮で待ってるね。待ってろバカ野郎、すぐ来るの。一週間後なんて、変なこと書くと殺すって言われる。マジ殺せるっすね。友さんとモノ君、本当にお疲れ様でした。うん、お疲れだよ、俺ら疲れてるよ。まあ、もっとあがめ、うん、僕はいつもモノのゲーム配信出るの。まあそのうちね、うん、そのうちだったら来てくれると思う。気長に待っててね。モノ君も結構殺す、殺すって言うんだね。わかんない、言ってるかもしれない。ゲーム実況あれね、そんな言ってない、そんな一層に、そこ言ってない、俺と同じじゃん。個人配信で言ってるもん。ああ、ほら、酔っ払ったら俺おらわらないですよ。おらわらない、だからうざいっていう。モノクはバーカバー、この二人は、あ、バカって、モノクはね、あ、うるせえバカ野郎って言うぞ。まあ俺も言うけど、まあまあ口俺とか多分口悪い。おやすみなさい。おやすみ、おやすみなさい。おやすみバカ野郎。おやすみなさい、バカ野郎。ねえ、バカ野郎なんてね、別にね、あれだからね、挨拶だから、挨拶大事だから、おはようとかと同じだから。配信中の暴言は慣れるしかない。暴言なんかもっと言ってるやついっぱいいるだろ。この野郎に変えてみたら、変えない変えない、真由美に新恋人知ってるよバカ野郎、とっくに知ってる。俺本人から聞いたから、別に全然あるんだよ。いいじゃん、いいことだよ。いいよ、アホ死ねえんです。アホ死ねえってちょっとあれだよ、バカ野郎のが平和じゃん。不便だからしないよ。やった、バイオミ依存。